さあ始まりました 5G 生配信ボルティス J1 スタートダッシュ応援番組、ご覧いただきましてありがとうございます。司会を務めさせていただきます畑中優です。今日はドコモ四国ビルからボルティスファンが待ちに待った J1 開幕、ドコモ 5G の高速通信を活用してボルティス応援番組を生配信させていただいております。なお試合のご視聴についてはダゾーンでお楽しみください。さあパブリックビューイベントが行われております徳島のポカリスエットスタジアムもこの度ドコモ 5G エリアになりました。この記念すべき徳島ボルティス2021シーズン開幕戦応援番組、まずはこの方をご紹介しましょう。徳島ボルティスレジェンドアンバサダーの青山純さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんご無沙汰しております。今年もよろしくお願いします。2021年度もあのアンバサダーやらせていただくんで、皆様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。青山さん、レジェンドアンバサダーをされていらっしゃいますけど、伝説のアンバサダー、これ具体的にはどんなことされてるんですか？そんな伝説残すようなことしないんですけどね。いや、なんかもう伝説っぽいオーラがもうキラキラって出てますよ。まあでもまあ、僕も現役2015年に終わりまして、はい、でそこから一応役者タレント活動しながら2018年から、ボルティスの、アンバサダーに就任させていただいて、まあ、去年とかなかなか、ね、コロナ禍でなかなか活動できなかったんですけど、うん、まあ、今自分ができることを、まあ、SNS 等を含め発信しながら、今回今日という日を迎えられることにあたってすごく嬉しく思っております。はい、そうですか。青山さんと言いますと現役の時徳島でもプレーして大活躍でしたけど、はい、今日は開幕戦です。そうですね、やはり選手の方にとって開幕戦っていうとこう何か特別な感じがするものですか？そうですね、まあ、年明けてやっぱり、各々各チームでキャンプをしまして、うん、そこでもちろん自分の体作り、プラスチームとしての完成度を高めている中で、まあ、僕もそうでしたけど、やっぱまず、開幕戦やっぱスタメンで出たいというやっぱ気持ちを多分みんな持って多分アピールしていると思うんですね。その中で今日を迎えて、まあ、やはりコロナ禍で本当にトリニータさんもそうですし、もちろんボルティスもそうですけど、どういう仕上がりをしているのかっていうのは全く情報を僕もあまりわからないので、はい、ちょっとこう楽しみな部分もありますし、ワクワクとちょっと不安とありながらちょっと今日を迎えたので非常に楽しみですね。そうですか。はい、選手の皆さんもやはりちょっと緊張しながら楽しみな気持ちも持ってらっしゃるんですかね。はいはい、そうですか。今日もね、サポーター一丸となって応援していきたいと思います。 ね、絶対勝ちますからね。今日は勝ちます。うん、スタジアムで応援しましょう。はい、そしてもう一方、今日はゲストの方にお越しいただいております。ご紹介します。元日本代表福西崇史さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、レジェンドアンバサダーじゃないですけど、はいはい、応援します。応援してください。はい、よろしくお願いします。福西さんは同じ四国の愛媛の新居浜のご出身、はいはい、ということですけど、はいはい、いかがですか、四国にはよく帰ってこられたりとかは。はい、もう年にそうですね、5回あるかないかぐらい。あ、結構頻繁に帰ってこられてるんですね。仕事でね、帰ってくるときには、うん、お両親に会ったりとか、ええ、ここ行きたいなって思ったところ行ったりとか、あ、うん、もう食べてね、うんうん、見てねっていう感じですか。はい、ね、今はなかなかコロナで帰ってくるのも難しいかもしれないですけど、はい、今日はお帰りなさい。はい、ただいま帰ってきました。はい、今日はね、一緒に徳島ポルティス、はい、応援していただきたいと思いますので。もちろんですよ、もう徳島応援しますよ。ね、よろしくですから、盛り上げないといけないですから、サッカーを。そうですよね、レジェンドアンバサダーですからね。レジェンドアンバサダーがいるんで、うん、もう全部聞きます。スタートからこの意地ですから、やめてください。もしかしていじられキャラですか？いやいや、もうなんか真面目に話してたでしょ。真面目な印象を受けましたけど、はい、させていただいてます。 もちろんそう、すごいね、人としてもできてますし、ただね、こんなもんじゃないです。こんなもんじゃないですか。はい、それは楽しみです。今日の放送でどういう風なものが出てくるのか楽しみにしたいと思います。じゃあ、せっかくなんで、はい、おかけになってまたお話をお伺いしたいと思います。はいはい、よし。はい、
い、では改めてお二方今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あの番組の冒頭でもお二人の仲の良さっていうのは伝わってきたんですけどそんなそうでもないです。どうなんですか、ご関係としてはどうなんですか。可愛がっていただいております。関係だから J リーグの、はい、ね、同じチームでもなかったし、対戦した、いや多分僕対戦もしてないですね。そうなんですよ、だから福さんずっと多分 J1 にいらっしゃったので、僕、まあ、ボルティスが長いのでずっとまあ J2 でプレーしてたんで、あまり対戦はないですね。そう、サッカーでというよりも、うん、サッカーじゃないところでって言った方がいいのかな。サッカーじゃないところって言いますか、はい、代理人が一緒とか代理人っていうね、こう選手を移籍の話とか契約更改の話とか、そういう代理人っていう方がいるんですけど、はい、その方が一緒で、うん、そこでなんか忘年会で集まったりとか、そうです、年末集まる会がありまして、その時に、もう福さんがバリバリ日本代表の時で、僕はもうまだまだプロ 1,2 年目の時で、どうでしたかその時の印象って。いや、緊張しますよだってポジションも一緒ですし、いやもうなんか、よろしくお願いします。めちゃくちゃこんな結構身長高いじゃないですか、だけど結構低かったですよ。心が高く腰は低くできますから、ね、そう、いつも言うんですけど、それも真似ようかなと思っていつもこうやって。そうですか、はい、結構怖い印象が、いや、怖い先輩って感じですか。プレーとかを見てて結構こうガツガツ相手にこう当たっていくプレイヤーだったんで、結構こう試合中あの、イライラする方なのかなみたいな感じでちょっと印象が強かったんですよ、実際は。でもいや、お会いしたらもう本当に、お前も一緒のポジションだなと、でいろんな、まあ、こういう経験代表でしたから、こういうの意識してプレーしてみなとか、本当にこう優しく、もちろんサッカー現役辞めた後でも、美容室も、たまたま一緒なんですね、でカットされて、そう、美容師さんも一緒 でたまたまお店でお会いしたりとか、結構 あるので、その時は必ずご挨拶させていただいて。そうですか、はい、いや今日は、ね、そんなお二人と一緒に番組をお届けしていきます。またクラブの公式ツイッターでは、はい、お二人への質問も募集していますので、はい、皆さんどんどんツイートしてもらいたいと思います。あのハッシュタグに徳島ボルティス、またはハッシュタグボルティス Q、 こちらをつけてツイートしてみてください。あ、これですね、はいはい、出てますね、よろしくお願いします。さあ、スタジアムも盛り上がっているようですね。会場コンコースでは 5G の世界を身近に体験いただく体験イベントコーナーも用意されています。こちら被写体を360度から同時に撮影することが可能なスワイプビデオが体験いただけます。同時に全方向から撮影することで、あらゆる角度の映像も見ることができる技術ということですが、口頭で説明してもこれなかなか難しいと思うんですけど実は福西さん、はい、実際に体験されたそうですね、はい、そうです。もうカメラがもう20台こう囲まれてて、その中に自分が一人いて、で立つってことですか。立っていて、でボールを蹴らしてもらったんですけど、あ、今映像が、はい、映像ありますかね、まあ、写真が、まあ、あると思うんですけど、こういうふうに、はい、カメラをバーってこう並べて、その中に一人ボールを蹴って、はい、でその映像をだから360度ブラウザーで見れるんですよ。だから動いてる映像が動かせるってことかな、自分で。その動画が流れててキックしてる姿あるでしょ。普通ならカメラのとこで正面しか分かんないから正面の姿ですけど、自分でこうくるってこうスライドするとその全角度から見れるんで、うん、後ろからのフォームとか横からのフォームとかボールの軌道とかっていうのが見れて、あ、こういうとこ直していこうかなとか、すげえ、そういうのが見れるんで、はい、それ真剣に見てるでしょ。見てますね、はい、で、 でもこれカメラがこれだけたくさんあるとボール蹴るのも結構大変、技術いりますよね。めちゃくちゃ緊張しました。これボール当てて壊したらどうするのって、ね、何台ありますかって言って、じゃあ、ありませんと。いや、当てたらあかんよね。だから予備はもうなしだ。だからちょっとね、ちょっと分かるだろう、はいはい、この浮かさなきゃとか、はい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 、そういうのとかですげえちょっと緊張しましたもん最初。本当ですか、はい、でもこれこの技術って本当いろいろ活用できそうですよね。例えばサッカーの練習するときに自分のフォームを後ろから見ることってなかなかできないじゃないですか。できないですね。でもそれを
見ることができるから、はい、自分のフォームのここが良くないとか、うん、上手い選手はこういう風なフォームで後ろからこういうところ蹴ってるみたいな、うん、そういうのもチェックとかにも使えたりしますもんね。そうですね、はい、一つのプレーをそういう分析できるっていうこと、うん、そしてまあサッカー選手とかもどこのコースに狙えばこうどういう風に壁を巻くとかね、うん、っていうのもあるから後ろから見たらボールの質が分かるんで、うん、じゃあこのキックだったらここのボールのこの辺狙ったら壁のこの辺狙ったらゴールに行くんだとかっていうのもこれで後ろから見えたりするんで、これをねずっと活用していただければ。本当ですね、はい、フリーキック蹴ってましたっけ。蹴らへんけどね、現役の蹴ってます、ね、蹴らへんけどね。ただフォームとかはまっすぐ入るのか斜めから入った方がいいのかとかでキックの質って変わるんですけど、そういうので活用してもらえればいいなと思うし、なんかいろんなね音楽関係とかでも使えますし、ね、使い方がいろいろありそうですよね。スタジアムの皆さん、ぜひこちらのスワイプビデオの体験も楽しんでいただきたいと思います。できるみたいですね、スタジアムでね。そうなんですよ、見てみたらちょっと変わると思いますよ。これな、俺結構ぐるぐる回しました、自分で。楽しそうですね。はい、さあそして話はサッカーに戻りますけど、戻ります、はい、戻らせてください。戻らせてください、いいですか。今ね本当世界的に大変な状況ですけど、今年もなんとか無事に開幕できました、はい、去年サッカー界本当大変な1年でしたけど、その中でもボルティス J1 昇格を果たしましたよね、青山さん。そうですね、まあやっぱ前監督のリカルドさんのもとやっぱちゃんとこう土台を作って、やってた結果がやっぱ去年本当にこう結果とともに、ちゃんと現れたので、うん、まあ多分いろんな苦しい状況、特に残り 2,3 節とかはこう結構引き分けとか負けとか結構バタついたんですけど、バタついたっていうかでも対策されるじゃない。まあそうですね、相手が徳島だけには絶対勝たさないとかってなるんで、あこれはもうしょうがないんで、そこでまあつまずいてはないけどちょっとこう手こずったなっていう印象ですけど、すただ強かったですよ、うん、もうやっぱり、まあ、でもスピードがやっぱあって、うん、ちょっとまあ僕が13年に上がったんですけど、やっぱその時のサッカーと全く強かったんで、うんそりゃそうだ、もう監督は違うし、はい、時代のサッカーは流れてるし、はいはい、結構なんかより積極的にアグレッシブな多分サッカーだったと思いますね、うん、去年は特に、うんはい、うん、今年2021シーズンですけど、はい、どんなシーズンになりそうですか。これまあ昨シーズンコロナ禍で、まあ、過密日程でやって、まあ、最終的にこう終えられたと、そしてまたコロナ禍の中でどういう準備をして、まあ、シーズンを迎えるかっていうところで、まず迎えられたことが、うん、もうありがたいことだし、確かに選手もそうですよね、うん、でいろんなこうバックアップしてくれてる人もそうで、みんなのおかげでやっぱこうできたというのがまあ第一、はい、まあ、嬉しいことであり、そして始まるからこそどうなるかっていうのが、うんうん、めちゃくちゃこう分からないっていうか、本当そうですよね、僕らも情報ないし、選手たちもキャンプでやってきたことがこうまくいくかどうかって、もうリーグ始まってみないか分からないわけですよ、はい、で始まってみて、あうまくできなかったな、だからこれからちょっと変えていこうかな、うん、逆に言うとうまくいったからこのままもっと精度上げていこうかな、そういうのをまあ線引きするのはまあ開幕戦とかってなるん で、うん、でこの開幕戦っていうのは選手も楽しみだし関係者もそうだし、まあ、もちろんサポーターの方もそうだし、みんなが楽しむに楽しめる試合ですよ。確かにそうですよね。どうでしょう、現役時代ってこう開幕前、開幕戦に向けてこうやっぱり整えていくと思うんですけど、はいはい、開幕前のこうルーティーンといいますか、はい、こう験担ぎ的なことって何かあったりしましたか。もう僕験担ぎはしないですけど、うん、もうその期間が一番嫌でした。嫌だった、はい、だってきついですよね。そうそう、オフで休むじゃないですか、はい、休んだ体をまた起こしてでシーズン戦える体作りをするっていうこの期間がねもうめちゃくちゃきついわけですよ。体は痛いし疲れも出てくるし、走り込まなきゃいけないし、はい、だけど開幕に向けて、ね、やらなきゃいけないんでそこをもう頑張りながらやってやっと試合になるんで、うん、めちゃくちゃワクワクするわけよ。試合がやりたくてしょうがないから、うん、なのでもうこのここの期間今のはワクワクが大きい、ただそれまではちょっと僕は嫌でした。青山さんどうですか。僕はこうなんていうんですか、多分福さんは多分もうシーズン開幕前からそういう雑誌とかで予想スタメンで絶対服にしたかしてこう出るぐらいの多分選手だったと思うんですけど、僕はカッコでなんか3番手とか予想スタメンでそういうのが多いんですよ。なんかもうキャンプ、カッコのやつ結構見るじゃないですか、選手、うんうん、でやっぱ一発目の初日の
キャンプからやっぱアピールしなきゃいけないみたいな感じでずっと続けてやってるんですけど、うん、それでなんかこう 1,2 ヶ月本当に気抜かずにやらなきゃ絶対スタメン取れないみたいな、確かに、なんかずっとあったんで、うん、福さんとか多分もう確かに代表ですし、うん、もうまあ俺は出れるから多分あったと思うんですよ。ちょっとペースは違うかも、うん、なんでそう、もう開幕がピークじゃないわけですよ。あ、もうシーズン通しての夏ぐらいがピーク迎えて、じゃあそれをどうこう1年を通してのシーズンっていう体力的なものも含めてこうケアしていくんですけど、スタメンで出るかどうかの人でスタメン取らなきゃいけないから、まず取ってそこでこう5試合ぐらいでペース上げなきゃいけないんですよ。やっとあこいついいじゃんっていう風に多分思われるんで、福さんのところの場合多分うまく開幕も含めて、まあ、調整じゃないですけどやりながらフィットしていくみたいなやり方ですかな、うん、だからどっちかというと同じポジションだから、うん、ウクニシには負けないようにってこうやってくるわけですけど、いやいやあなたにはまだ負けませんよっていうね、こうちょっとしたキャンプのトレーニングマッチとかで出てくる、そうなんですか、はい、結果出しましたみたいな。そうそうそう、福井さんは原価継ぎとか全くしないっておっしゃってましたよね。原価継ぎ僕ないですね。僕はあの必ずなんかピッチは右足から入るとか、そういうのはありました。靴下は、靴下はなかったですね。なかった、どっちから履くとか。 あとなんか試合前は必ず、あの、まあ、アウェイの時はホテルですけど、うん、あのホームの時は絶対自分家のトイレを掃除して、おお、水回り掃除して、いいっていうね、でスタジアム行ってましたけどね。選手それぞれこういろんな験担ぎがやっぱある。いやめちゃくちゃあると思いますよ。何かこう思い出に残ってるというかインパクトのある験担ぎみたいなんてありますか。試合前に叩いてる人とかな。あ、え試合前に気合い入れるためになんか誰かに叩いてもらうとかいましたね、引退された人、とか自分でボワーって叩いてる人とか、はい、靴下は右足ないといけないとか、あ、入場するとこには前から何番目とか、あ、なんかもう、もうそれぞれ本当人それぞれなんで、それの邪魔はしないようにしてました。あ、なるほど、はいはい。ね、試合前はやっぱりこう皆さん集中してそういうのをされて本番に挑まなきゃいけないんで、ね、はい、僕はですね、あともう一つあったのが、あのアップ、ウォーミングアップグラウンド行く前に、はい、まあ、僕必ず音楽聴いてるんですけど、必ず最後の曲が聴く曲が長渕剛さんの乾杯を聴いてなぜかアップに行くんですよ。すごいね。なんかそういうのありましたね、現実。さあ、そして開幕戦キックオフの時間が近づいてまいりましたけど、はい、ここで今日の試合のスターティングメンバー見ていきたいと思います、うん、本日はこちらを用意しましたのでお二人お願いできますか。はい、はい、まあね、こうこのねスタメン、まあ、ある意味で言うとこの番組ではあれだね、青山監督だね。出しちゃいます、はい、出しちゃおうかな、じゃあ。どうしよう、いや決まってるし決まってるから。これは何、僕はやっぱりこのね藤田、ジョエル・チーマ、ベルディから今年入ってきた選手ですけど、もう今はもう乗りに乗ってる選手なんで、この選手は僕は注目してるんですけど、はい、もうねさばき屋だし前にどんどん出てくるしスイッチ入れられるし結構何でもできるタイプ。いや何でもできますね。この選手はちょっと見ていきたいと注目はしてるんですけども、はい、まずあれしますか、説明からしますかね、キーパーから。その方がいいのかな。はい、ね、はい、上福本さん。もうベルディいましたよね。そう、ベルディから。はい、青山監督、行け。上福本さんの、上福本さん。ベルディの時のやっぱイメージ、まあ去年もでも相当やっぱあの特にリカルドさんの時はすごい後ろからつなぐサッカーだったんで。うん、やっぱりなんですか、キーパーですけどある意味こうセンターバックの一人みたいな感じでこうビルドアップに参加してた印象ですね、うん、ここからのやっぱスタート、上福本選手のやっぱからのスタートで結構つながってゴールもあったと思うんで、まあ、今シーズンもだからそのベースは多分そのベースは一緒だと思うんで、はい、まあ、彼の期待は大きいんじゃないかなっていう感じがしますね。ディフェンスラインこれ3バックかな、この、はい、福井さん、福さんはあれなんですよ、グランパスユースなんですよ。で僕グランパスユース出身なんで、あの後輩なんですね、一応。ああ、だいぶ僕は先輩ですけど、うん、挨拶来る全然来ないですね。ああそうか、そういうところ指導しておいた方がいいな。そういうところからですかねちょっとこう昭和スタイル、昭和スタイル。なんで多分今年
結構あんまりプレーも見たことないんですけど、うん、なんか結構ガツガツ行くタイプね、はい、うんうん、ファイターの気はしてますね、うんうんうん、ちょっとまあ3バック、まあ、この予想スタメンがその3バックなんで、またね、これ試合始まってからまた変わるかもしれないんで、まあ一応予想ですけれども、ちょっとわかんないです、はい、ディフェンス真ん中石井選手。石井は僕もチャンさんチャンさんと言ったんですけど、うん、選手はチャンって呼んでるんですけど、うん、チャンさんはもう僕もずっと現役の頃やってたんで、もうベテランやろ。ベテランですベテランですベテランです。山形が長くて、うん、で徳島もう長いんじゃないかな。5、6年いるのかな。多分結構いると思うんですよ、ね。6年、7年目。でまあ、このチャンさんはもう本当リーダーシップですね、うん、なんでこ、まあ、去年もそうですし今年もやっぱりそのなんかめちゃめちゃこう競り合いが強いとかどうのこうのってわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱその全体をちゃんと統率できる、うんうんうん、っていうのがなんかこうディフェンダーってすごく一番大事じゃないですか、うん、なんかそこの大事な部分を一番強く持たれているので、まあ、やっぱ相手 J1 のチームですし、うん、ちょっとちゃんと今日はね、そうだね、声出しって大事かもしれないですね。あ、まあ、どういう状況になるかも分からないしね、そのボール保持できるのか攻められるのか、まあ、そのあたりはディフェンスラインのリーダーって感じですかね。そうですね。もう一人が福岡選手。福岡選手の、うん、多分 2,3 年目ですか。3年目ですよね、うん、だからどういう風にシステムで、どういう、まあ、持ち味は、ね、あると思うので、そのあたりですか。そこがうんうん、3枚か4枚かで全然違うんで何とも言えないんですけどだ、ね、まあ、でも3枚もしこの3枚でいくんでしたら多分特に福家選手と福岡選手は多分結構ストッパーみたいな役割になると思うんで、うんうん、でボールが持てると、そうですね、というところの組み立てか、やっぱそこの、まあ、相手のフォワードに対するやっぱ厳しい、まあ、プレッシングがちょっと期待したいです。そうだね、確かに、はい、この福家選手と福岡選手の激しさっていうのはこれ重要かもしれないですね。でチャンさんが後ろでカバーするみたいな。チャンさんね、チャンさん、はいはい、でボランチが藤田千葉ね。僕も去年見たんですけど、はい、やっぱちょっと気になった選手ですね、うん、ベルギーで、うん、一発目から出るからやっぱりその辺はそうですよね、期待されてます、ね、期待されてるかなっていうこと。あとは岩尾選手、まあ、ケンはもう格でしょ、これも格ですね、うん、やっぱケンがやっぱいるといないのとじゃやっぱ大きくやっぱこうなんていうんですかね、うんうんうん、チーム変わるよね。そうな、あれ不思議 なんか雰囲気を持ってるというか、うん、でまあ、去年もいろんな結構ちょこちょこ僕電話とかするんですけど、うん、でもやっぱりそのもう僕がピッチの中で、うん、全て若手にも含めて伝えて、僕はもう本当に中心になってやってますからってもうはっきり去年も自信持って言ってたんで、結構多分若手も慕ってると思いますよ、はあ、そういう意見は聞きますね、はあ、いいね、ちょっと楽しみですね、ちょっと注目ですね、ここね。そうですね、やっぱどう千葉選手とどういう掛け合いというかバランスを持ちながらこう攻め守りをやるか、ちょっと注目ですね。あとは藤原選手、藤原選手はあれですよ、徳島県出身なんで、おお、はい、志龍選手、じゃあ頑張ってもらわないと。いや、そこちょっと徳島県で多分3人、あと小西さん、小西選手も多分いると思う、まあ、今日多分ベンチだと思うんですけど、ボランチの選手も徳島出身なんですけど、うん、でもやっぱり徳島出身地元の選手が出るって応援したくなるし、ね、盛り上がるじゃないですか、うんうん、盛り上がるやっぱそこでやっぱ結果をねやっぱ残してほしいですね。ね、今日ちょっと特別頑張ってほしいな。そうですね、うん、ちょっと注目ですね、僕はある意味。で、岸本選手と。岸本選手も、うん、ああ、うん、岸本選手3年目。3年目。はい。で、でも結構多分、もう、縦、もう、後ろ、多分、ずっと駆け上がれる多分選手だと思いますよ。うん、走れる、はい、走れる、まあ多分ファイターな気はしますけどね。うん、そういうことか。だからうまく中盤で作って、まあ、サイド展開して、そこからこう、ここで崩しに入りたい感じかな。そうですね、サイドが多分結構僕は今日はキーかなと。なるほど。岸本選手と藤原選手のところで、ね、いかにこうため作りながら。キーばっかりじゃん、じゃあ。あ、みんなキーキーばっかり言ってますけど。みんなキーマンじゃん。僕ちょっとまあまあそうだね、それはそうだよ、いやサッカーはってみんなキーマンだから、ね、浜下さん、浜下選手、浜下さん浜下さん浜下選手、浜下選手トップ下ですよね。
ちょっと僕あの2年目、2年目でトップした。そうっす、2年目でだって J1 の舞台で出るってすごくないですか。いやちょっとすごい。福さんは多分1年目2年目出てたと思うんですけど。そう、1年目10試合、2年目から出た。もう何も言えないです、はい、僕はもう全然ダメだったんで、はいはい、いやいや、そのドキドキっすよ。だってその当時覚えてないもん。だってあの出た時なんて、その当時だって半端ない人ばっかですから、うん、ドゥンガとかいましたね。ナナミさんもいたし、でもしかも俺ボランチやってないからね、その時。どこだったんですか。なんか右のサイドハーフとか右のサイドバックとか、それ俺全部いろんなとこやったから。緊張しました。めちゃくちゃ緊張してるじゃん。やべ、失敗したな、マジ。そうですよね。ああ、そんな僕からいきなりでもトップ下任せられるって結構なプレッシャーです。いや、だと思いますね、うん、多分期待されてるんじゃないかなっていう気はしますね。あとはね、これフォワードの柿田、宮城、去年、うん、だいぶ点取ってくれたんで、多分ボルティスサポーター全員がもう今日は期待してますよ。ね、昨シーズンでワントップっぽくやってるでしょ。そうですね、そうですね。だから今回ツートップみたいになった時、もしかしたら宮代選手が動くのかもしれないけど、まあ、柿田選手のポストプレーだったりとか、そうですね、なんか、まあ、つる動きとか、なんかユーティリティというか、もちろんシュートも上手いですし、ヘディングできる、キープできる、うん、なんていうんですかね、こう今のこの時代のなんか怖、なんかイブラヒモビッチみたいな、何でもできちゃうじゃん。じゃあ今日めちゃくちゃ点取るじゃん。結構何でもできるタイプかなっていう、どっちかっていうと裏にも抜け出せますし。いいの、そんなボルティスのイブラヒモビッチとか言われ始めたら。いや、僕が言いましたって結構プレッシャーやで。僕が第一人者ってちょっと俺選手やったら言えんもん、そんな言われいきなりみんな言われるの。後でなんか言われそうですよね。なんか余計なこと言わないでください。全部点決めてくださいよみたいな。そうですね、一気にプレッシャーかけるみたいな。あと宮代選手かな。僕ちょっとそうです、プレーちょっと正直まだ見たことないんですよ。ね、フロンターレから行って、また違ったどういうタイプチーム、ね、動き出しがうまいって感じかな。で技術もあるし、やっぱこの辺でもペナルティーな中とかで冷静に勝負できるんで、やっぱどんどんやっぱゴール前に入っていくのが彼の売りでもあるのかなっていう感じがするんで。フロンターレでやってたら、やっぱその動き出しの質はやっぱ、うん、多分いいものを持ってるんでしょうね。そうだね、まあ、戻って山口とか行って、まあ、試合に出て、そうで戻ってきて、で川崎であんま出れずっていう感じで今年来てるんで、まあ、そういう気持ちの部分で言うのも強いのかなっていう。だからボールがキープできるんで、柿田選手と宮代選手でうまく攻撃を引っ張って、サイドにどんどん岸本選手、藤原選手がこうどんどんこうやって出てくるみたいな。浜下選手がまあこのサポートができればっていう、まあ、この辺りの戦い方にはなるのかなっていう気はしますね、うん、でもみんなあれなの、ボルティスの選手ってなんかワイワイするタイプに見えないんだけど、こうなんつうかガッツがあるっていうか、なんつうの、寡黙になんかやってる感じがあるんだけど、まあ、でも結構、うん、まあ、去年その岩尾健に聞いたら、結構やっぱそれはリカルドさんが結構作ったらしいです、そのメンタリティを。お前らもっと出せ、こう情熱持ってやれみたいな、まあ、スペイン人の監督なんで、まあ、そういうのをやっぱ欲してる。でもそういう戦う気持ちがなかったらもう使わねえぞみたいな。だからちゃんとそういうの練習からしっかり、見せろと、アピールしろと、まずそこがあって戦術がちゃんと乗ってくるみたいなところは結構言われてたらしいですよ。なので多分その勝負師のなんていうんですかね、メンタリティみたいなのは、うん、あるね、もしかしたら、うん、多分ある気はしますけどね、はあ、じゃあこの中で一番あれレジェンドアンバサダーが、すごいレジェンド強調しましたけど大丈夫ですか。ちょっと怖いんですけど本当に一番なんだっけ、仲いいのは、いや、やっぱ剣ですね、岩尾選手ね。岩尾剣、なんかあのふと電話とか来て、なんか青く話しましょうよとか、ふとなんか、そう、なんかサッカーのことじゃなくて、あ、そうです、サッカー以外のこともなんか話します。青くん、あの、そろそろ結婚した方がいいんじゃないですかとか、大きなお世話だって、ふざけんなみたいな感じで話したりとか、結構プライベートのことも話しますし、うん、まあ、僕はもちろんボルティスのこと聞きたいんで、あの、まあ、最近どうなのとか、まあ、でもなんかやっぱこうブレてないですね、剣自身がしっかりこうやっぱ考えを持って、今チームに必要なことはこうですからとかっていうところをちゃんとこう
把握できてて、それをやっぱ監督とやっぱ共有できてたらしいんですよ、去年はちゃんと。それをやっぱり監督が何を求めてるかっていうのを県自身で噛み砕いて、でそれやっぱピッチの周りのやつらにこう発信していくみたいな役割がやっぱすごくできてたっていう、まあ自分で言ってましたね、自信持って。やっぱりなるほどね。じゃあちょっとあれだな、相手のこともちょっとやっといた方がいいのかな。あ、そうですね、大分の警戒すべき選手だったりポイントなんかがあれば教えてほしいんですけど。大分が去年あの野村選手がいたんですよ、ボルティスに、はい、結構厄介なんですよ。今日10番でスタメンです。なんでちょっとここは、でもそれは相手分かってんじゃん、まあ、もう野村選手が得意なのでみんな知ってるわけでしょ、だからそれをやらせなきゃいいわけだから、そこはそうですね、対応してほしいですね、まあ、その部分と、まあ、トップの高澤選手でもね、大分もやっぱり主力選手抜かれたんで、ディフェンスとか中盤とか、やっぱそこで大分はどうしていこうかっていうのはあると思うんで、このボルティス戦でどれだけできるかっていうのは大分も今回、まあ、試しというか、その本当そうですよね、チャレンジでもあるんですよ、だからそこをボルティスがどうね、最初からもう止めに行くのか行かないのかっていうのはちょっと見たいですよね。そういう意味でこう未知数ですよね。いや本当キャンプ情報とかもあんまり入ってこなかったんで、どういう、まあ、しかもあの河本コーチがやってるじゃないですか、監督さんまで来られてないんで、監督来てないって結構そのやっぱ選手は今まで、まあでね、そうです、今まで僕は経験したことないです。ないですよね、監督になってコーチが、コーチは監督にもちろんミーティングしてたりとかしてるんで、うん、はあの聞いてはいると思うんですけど、はい、それを落とし込むっていうか選手に言うときって監督の感覚と、コーチの落とし込んだ感覚とちょっと微妙な時もあると思うんですよ。あ、だからそれは今回こうやってみて、じゃあ監督がどう思うか、うん、でそれから、試合終わってとかこっち来てからどうやってみたら、はい、あれちょっと感覚が違うってなるかもしれないし、うんうん、まあ、そういうのは今後になるんですけど、でもやっぱちょっとねコーチもドキドキしてると思うんですよ。でしょうね、河本コーチは僕が現役の時にあのコーチだった、ヘッドコーチだったので、はい、まあ、僕も徳島行ったら、まあ、グラウンド行ったら必ずいろんな話するんですけど、まさか今監督代理みたいな感じでやってるんで、ちょっと僕のイメージはないんですけど、でもやっぱ長くボルティスにいる分、やっぱあのベンチにいる長谷川徹ってキーパーがいるんですけど、はい、彼とかもやっぱボルティス長いんで、まあ、そういったちょっとベテランもあのベンチに入ってるんで、まあ河本コーチ含めスタッフ、まあベンチ含めて、まあそれこそ若い千葉選手とか多分緊張してると思うんで、間違いなくやっぱこううまく乗せながら、はい、試合がこう進んできたらいいなと思ってますけどね。上がった時ね、はい、1年目上がったでしょ、はい、2014年から、はい、まあ、どうなんだって J2 のやり方で行こうかなっていうか、はい、行くつもりで行ってると思うけど、はい、J1 でどれだけやれるのかって分かんないわけじゃない。で今回もそうメンバー変わってるだろうし、 その時に どんな気持ちなの。去年、あ、13年、あ、14年の時は、やっぱ多分ですけど僕も感じたのは受け身で行っちゃったんですよ相手に合わせなきゃトスだったんですけど、相手がどう来るんだろうとか、うちらがちょっとこう、うん、我慢しようか、我慢しなきゃいけないんだよねみたいな意識で行ったんですけど、でもまあ去年とかその、まあ、ベース、今のベースを考えると全然なんか性格的にもな、あ、そうそうそう、なんかガンはもう行っちゃってもいいと思いますけどね、もう知らねえ置いたぐらいの感じでガン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 行った方が、多分でもそれを多分ケンは分かってると思うんですよね。あ、じゃあある意味本当にその井川選手が監督代わりでやらなきゃいけない、でぐらいだと僕は思いますけどね、だ から、はい、だから結構なしんどさよ。福さんキャプテンされたことあります？シーズン通して。ある、2005年ぐらいかな、ジビロで、もう上の人がどんどんいなくなって次俺の番じゃんみたいな感じでキャプテンやりましたけど、はい、やっぱちょっとキャプテンマークつけたらやっぱ変わるよな。あれつけたことない。あれちょっとなんかその1試合だけとか、あ、1試合だけとかね、やっぱちょっとねチームのこと考えなきゃとか、うん、他の選手あれどう思ってんだろうとか、はい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 、あいつちょっと意気消沈してるから声かけなきゃとか、あ、
はい、そういうのはすごい考えますよね。ちょっとこう俯瞰して見れるようになるんですかね、より、うんうん、めちゃくちゃなる。だからちょっと大人になるというか、今まで自分のことばっかり考えて好き勝手やってたんだけど。でもそれをドゥンガがされてたってことですよね。その福さんがバリバリ若い時にドゥンガが、いやドゥンガはだっていやいやいや、もうめちゃくちゃチームのことは当たり前だけど、レベルが低いから彼からしたら全員がだからそれでイライラ、めちゃくちゃイライラしてたよ。だってなんて怒られてたんですか。何やってんだろうマジは何やってんだろうっていう、こうでってミスとかするじゃん、はいはいはい、でミスは別にミスはいいのよ、そんなに怒らないとか。だけど何度も何度も同じようなミスしたりとか、まあそうですね、何してんだってめちゃくちゃ怒られて、シューンとなってボールいらねえよみたいな気持ちになるわけじゃん。そうですね。だけどそうなると自分があかんからなんかもうボールもらってすぐにドゥンガ渡して、なんかドゥンガ渡すことが仕事だった最初の方、そんな感じかな。もう試合始まりました。そうですね、あっという間に始まりました、始まりました。3バック相手がフォースかね。でもさ、うん、今さ攻撃は3バック、はい、守備は4バックみたいな可変システムを取ってるところが多いし、ね、だって徳島でそうだっけ、ね、去年そうでしたね。やっぱそれをどうしていくの、うん、言ってんのかなっていうのはやっぱこうやって見ていかなきゃいけない。確かに昔はなんかもう442だったら442のまま90分終えるみたいな、うん、だけど今じゃあ相手が3バックだからこっちも3バックとか、確かに確かに、うん、駆け引きがあるわけでしょ、うんうん、はいはいはい、そういうところが。だから今の監督が今度のね、はい、来てねえけど、はい、どういう風なやり方。ロドリゲス監督はだって可変システムを使いましたと、うん、そうですね。だけど新しい監督がどうしていくのかっていうとか、うん、ポヤトス監督はなんかすごく僕はまあ別の方から聞いたんですけど、スペイン国内だったらすごく優秀な監督だって、なんかすごく定評がある監督らしいんですよ、うん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 、なんでよく徳島ボルティスポヤトス監督取ったなみたいな、あスペイン国内ではそういう感じになってるらしいです、うん、でまあ、レアルのアンダー19、それこそ中井君とか、ええ、ピピでしたっけ、うん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 、とかもう教えて、ピピ教えてんのかな。教えた経験あるっぽいですけどね、まあ、今がっつり教えてたかどうかわかんないですけど、そうだね、もうなんかやっぱ日本人 の, そのどういう国民性なのかみたいなのをなんか理解できてるらしいですし、それ大きいな。いや多分大きいと思います、うんうん、本当にこれ結構大きいな。おなるほどね。どうなんですか、日本人の監督さんと外国人の監督さんっていうとやっぱり全く違うものなんです。いやもう全く違うのはね、まずね通訳通すから。そうですね、熱量がこう変わってきたりとか、ええ、だから通訳の理解度で多少変わってきたりとか、あこれは大きな問題ではあるかもしれないです。だから通訳の方が、僕らもよくあったんだけど、ね、確かに通訳の方があんまサッカー知らない通訳が来ると、はい、監督としてはサッカーでこうだろう、うん、例えば何があるかな、横ずれでもいいか、はい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 、マークをずらすときに、うん、もうパス出した時点でずれなさいよとかっていうのが、まあ、サッカーだと当たり前にあって、はい、でそういうのを伝えたいんだけど、パスが出てからあなた行きなさいよって言ったらもう手遅れなわけですよ、うんうん、そういうのをちゃんと伝えられるかどうかとか、うん、なんかそういうちょっとした微妙なサッカー知らない人だとずれてくるのがあるんで、うん、まあ、でも話、まあ、トップクラスだから話してたら、まあね、あ言いたいことはこういうことを言いたいんだなっていうのは分かるんで、やっぱその辺の違いは出てくる。ただ日本人だともう本当にもう言葉もそうだし、まあね、熱量もそうだし、はい、お前こうだよ、はい、まあ、だよ、はい、もうもうそれはねすごい早いです。戦術をこう落とし込むんだったら日本人のそこは絶対早いです、はい、通訳だ。そう考えると通訳ってめちゃめちゃ大事ですよ。いやめちゃくちゃ大事。どう噛み砕いて僕らに分かりやすく話するのか、はい、で僕らがそれを信じてやるわけですから、そうですよね。なんかその監督がバーって言ってジェスチャーでやってて通訳訳したら あれあんま怒ってないじゃんみたいな感じがやっぱあるんで、なんだこのギャップはみたいな。あそうよ、特に、ね、こう海外の人ってこう身振り手振りが大きいですね。そう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 、絶対怒ってるじゃんと思ったら絶対怒ってるよ。僕らなんて、ね、2002年のトルシエ監督っていう方がいるんですけど、めちゃくちゃうるさいわけですよ。
でうわーってめちゃくちゃブワーってフランス語喋ってるんですよ、はい、だけど通訳が空気読んでか通訳しづらいことを言ってると思うんですよ多分直接、はい、表現このテレビで表現できないことうん、うん、だけど二言ぐらいで終わったからお前絶対ちゃうやろとちょっと噛み砕きすぎて忖度入ってるみたいなこれは言っちゃいけないことを言ってるんだろうなっていうのは僕らも分かるような選手側がこういや察知するというか感じますよやっぱりこうですよね実際なんですかみたいなこっちが言ったりとかありましたもんそうです、うん、一方その外国人の監督さんのいいところっていうとどういうところがありますいいところはねもうはっきりしてるってところですかね、うん、もうこうはやれ、うん、これをやるなら出す出さないも含めてあもうはっきりしてる、はい、ただやりやすいことはあるかなズバッとそうですね言いますよ、ね、えジュン外国人監督って僕それこそピクシーとかストイコビッチさんおいや り,、まあ、やりましたっていうか、うん、そうですね、うんでまあ、どっちかピクシーはもうあれなんですよデモンストレーションとかやるんですよ、うん、なんかうまいじゃんシュート練習とか、うん、こうやってこうこうこうってやろうみたいな、うん、はいスタートとかつってまず僕らやるんですよ、うん、でできないんですよ、うん、そしたら、まあ、英語だったんですけど、うん、なんかおいみたいななぜだみたいな感じでボール貸せみたいな、うん、あのこうやってやるんだよっつったらすんげえとこにシュート入るんですよ何度お前らこうやってできないんだって言われてて僕ら小言でいやいやピクシーだからできんでしょみたいなまあまあそれはあるそれはね本当にあるいやいやあなたはできるけどみたいなのはありましたけど、うん、でもどっちかというとコーチが結構なんかボスでピクシーがいてやっぱそのセカンドコーチが練習メニューとか決めてこう細かい指示出しを僕らにやってた感じですかねピクシーはなるほどね、まあ、そうなるとこうコーチのやり方とか監督の伝え方によってなんかヨーロッパ型と南米型みたいに分かれるっていうねヨーロッパは規律が厳しくてとかってだから、ロドリゲスもそうでしょ、はいはい、細かい規律があってこう動いてこう動いてっていうのを もうしっかり伝えるっていう、うん、だそういうのははっきりしてるんで、でこれできなかったらだから出れない、ね、試合に出れないっていうことなのでそういうはっきりとはしてるかもしれないです、うん、ブラジル人だとどちらかというと自由なんであなたの考えは何ってで考えを出した時にうまくいくかいかないかみたいな考えないんだったら別に使わないよっていうか、はいはいはい、そういうのもはっきりしてるっていうか、はい、そういうところはありますね。ああそれぞれやっぱお国柄みたいなのがあるんですね。福さんに聞きたかったんですけど、うん、ジーコ、まあ、さっきトルシエの話もありましたけど、うん、ジーコさんジーコもそうだよ。ジーコさんってどんな感じだったんですか。シュートもだって、土力ずくで蹴るんじゃないよって俺はもうシュート決めたいからピシュッとこうクサッとネットに刺したいわけですよ。だけどジーコはポーンって言ってもうそのコースに入れるわけ。何なんですか。なんなん。こんなに簡単に入んのっていうような感じなんですね。まず技術が高いっていう。まあ膝悪いけどね。必ずアイシングしてる。選手アイシングしてんじゃんっつって。めちゃくちゃアイシングしてたんですけど。でもやっぱりどっちかというと自由かな。だから君たちが考えて攻撃に関したらじゃあ選択しなさい。だからあなたたちで話しなさいっていうのが多かったから。俺はブラジルで育ってる、ブラジル人監督で育ってるから、はい、そういうのはドゥンガ含めて、そっちの方がやりやすかった。そう。なるほど。そう。だからトルシエみたいにこうしろああしろっていうのが俺苦手で、フラット3なんか俺だけバラバラになってたりさ。すごい戦術だなと思って。相性もやっぱある、ね。相性かなりありますよ。ね、だから育ち、ね、親と一緒ですよ。まあ、どこで育った環境でその人が育ってきたかと一緒で、うん、サッカーも。この子がこの人がどういう環境のもと育ってきたかでそこの、うん、染まるというか、うん、そこの色になるっていう感じなのでそういう方が、やりやすいとっていうのはあるかな、うんうん、確かにそうだな。青山さんはどういうのがやりやすいとかあります。僕はなんかどっちかというと日本人のがやりやすいかもしれないです、うん、結構密に僕はコミュニケーション取りたいと言いますか、うんうんまあ、外人さんもなんか、まあ、やっぱ変だし好き嫌いもありますし、うん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 、スパッと切られたらもう当分出れないとかある ありますよね。あるもう結構ドライっていうかあもうダメこいつはもういいからみたいな感じは、まあ、あるんですけど結構日本人ですと、うん、コミュニケーション取ってくれますね。そうですね日本人、うん、なのではこういうところが今ちょっとできてないから外してんだよとか
まあ、言ってくれない監督さんもいますけど、うんうん、でもそれやっぱり自分で噛み砕いてどう練習でアピールするかっていうのが、でアピールしたら下でちょっとベンチ入れてくれたりとか試合使ってくださったりすると、あ、見てくれてるんだなっていうのもこう感じますし、うん、僕はどっちかというとやっぱ日本人監督の方が、うん、向いてるかもな、はい、うん、質問して答えてくれるみたいな方が多分やりやすいかもしれないですね。僕は福西さんはもう全然どっちでもいいっていうか、質問してもブラジル人じゃないけど監督さんによっては質問したところで返ってこなかったりするし、でも俺はここのメンバーを自分の思ってるメンバーを気を使ってるというか、まあ、ここのチームでやっていく、だからここに入るためにお前たちが結果出せよみたいな感じの監督もいるんで、そうなるともう言えないから、はい、うまくなるしかないわけですよ。で言ってからできたことに関して質問をするしかないから、もうねそういうのははっきりしてるところで僕は育ったんで、そっちの方がやりやすいかもしれない。でそもそもシンプルに言いますと、はい、福さん能力あるんですよ。監督にどの監督にハマるとかじゃなくて、ええ、結果、まあ、11人の一つ の枠としてハマるんですよ。もうそれは最後じゃん。もう俺だって出れなかったし、1年目だって自分のポジションってボランチやり始めてから試合に今トップに行ったんだけど、結局ボランチなんかなかなか出てないし、他のところでポツポツ使われて、出ただけ で2年目になって練習してやっぱちょっとボランチっていうのをやらせてもらってっていうところからだから、そんなに俺だってキャンプの時2年目3年目かな、キャンプの時めちゃくちゃやったもん、休まずっていうか練習ですか、自主トレして結構真面目だったよ。真面目だったよ。一緒ですよ。だけどちょっと自分が出始めたらちょっと休もう休みも大事。いやでも大事なんですよ本当に。まあでも大事ですよ。ずっと出続けたら蓄積された疲れってめちゃくちゃあって、これ海外選手が特に言うんだけど、海外の代表選手、海外所属してる代表選手って海外とシーズンバラバラだから、代表の時には活動が代表で、シーズン終わったのに代表活動やってるから休みないんですよ。だから2年休んでないとか、だからそういうなるともう疲れが取れないって。そしたらもうシーズンとか怪我した後とかに休んだらめちゃくちゃ切れたりとか、疲れ取るっていうのも大事で、そうか、まあ、休みもやっぱり適度に取らなきゃいけない、取らないとダメですこれは、はい、お休みの時とかは、はい、お二人どんなことされるんですか。オフの時どうしてた。俺はもうね、まるっきりサッカーのこと考えないで、考えてますよ、だってもう仕事がサッカーなんで、はい、何するにもサッカーだから、基本的にはサッカーを考えてるんですけど、はい、サッカーが離れて違うスポーツしたりとか、ゴルフしたりとか、副産してますねゴルフとか、違ったアクティブレストっていう、積極的休養ってよく言うんですけど、ダラダラするのもありなんだけど、体を動かしながら休むっていうか、サッカーをしない競技をしたりとか、サッカー以外の競技したりとか。じゃあ福西さんあれですか、サッカー以外のスポーツも全般大体できる、はい、そうですね、自慢じゃないですけどそこそこできますね。お体操されてもともと幼稚園から僕体操してるんで、体操、はい、機械体操やってるんですよ。あ、そうですか、はい、だから体を動かすのは得意なんですよ。まあ、だからサッカーも体を使ったプレイヤーなんですけど、だからもともと体使えるんで、そこそこの運動はできるっていうか、もう大体全てそこそこできちゃう、そこそこできますね。で野球は、だって野球はだって四国僕生まれでしょ、愛媛で生まれた時も、今じゃもうみんなサッカーしてますっていう子供たちですけど、僕らの時は野球してる子供たちばっかりだったんで、もう何か遊ぶするたびに野球なんですよ、だから野球もそこそこできるっていうか、好き、僕今も好きだし。そこ野球からなぜサッカーの道に進んでいったんですか。たまたまね、野球はやらないっていうのは遊びでやってましたけど、体操してて、で小学校3年ぐらいになってかな、友達がサッカーのスクール入るっていうか、学校にあったスクール入るからっていうから、僕も入ろうと思ったんだけど、3年生低学年って親がついていかなきゃいけなくて、でそれが親には迷惑かけられないんで、俺は別に違うことしてたんですけど、4年生になって高学年になると自分で行けるようになると、でそうなってくると、あ、じゃあもう入ろうっつって、
でサッカー始めたんですよ。あ、じゃあその友達の一言で、はいはいはい、サッカーに進んでいった、はい、もう友達が多分野球やってたら野球やってたら野球やってたと思います。本当っすよ、ね。いやでもスポーツ万能だから、もしかしたら野球でもやっぱりこうその道のプロになっとったかもしれないですけど、いやほんまプロ野球選手の方が良かったかな、全部一個違いますからね、メジャーリーガーになったかもしれない。そんな感じで、それはもう努力の差なんで、はいはい、福さん泳げます？ぼちぼち泳げんねや、それが。あ、すごい、もう何でもできるね。サッカー選手って意外に泳げない人多いんですよ。多いっちゃ多い。あ、そうですか。ちなみに僕も泳げないんですけど。25メートルとか。いや25メートルは泳げますけど、そのなんか学校でやってることはいける。だけどじゃあ100メートルずっと行けとかでなるとしんどいかもしれないですね。なんか沈んじゃうんですよね。あれは筋力やろ。なんすかね。サッカー選手がね、あの、泳ぐでしょ。はい、足筋肉重すぎて下沈むんですよ。そう立っちゃうんですよ。って。そうなんですよ。だから足沈んでいくんですよ。バーって。ね、水泳選手だと普通にスーッとこうバタバタしてても動くでしょ、あるいはサッカー選手足重いんでずっと足だけ重りつけてみたいな感じで落ちていくんで、だからそれをバタ足してるから余計に疲れてるんですよ。なるほど。だからサッカー選手は泳げない人が多い。泳げない人多いのか、泳いでる経験がないのか。あ、そうか、もう常に陸の上でスポーツしてるから、はあ、かだから僕はどっちかっていうともう遊びで泳いでたから、新居浜の海岸、そこから潜りに行く、はい、あそこの島まで泳いで行こうかみたいな、そんな感覚で遊んでるんで、いいね、なんか幼少期の福西さん結構ワイルドですね。ワイルドワイルド、めちゃくちゃワイルドですよ。だって海あり、だ川あり、山ありなわけじゃないですか。だから山行ってわらび取りに行ったり、山菜取って山菜取って滑り落ちたりとかね。滑り落ちて滑るじゃないですか。タケノコあるみたいな、まあ、そういうのとかもやりましたし、川行ってね、こう 石の間につるんで滑ってドーンって落ちたりとかさ、ああいうのも普通にあったし、海行ったら海でなんか潜りに行くか、魚釣るのはそうでもやってないんだけど、泳ぎに行ったりとかは普通にやってたんで、はい、全然サッカーの話してないけどいいかなこれ。本当ですね。基本的には皆さんお伝えしておきます、徳島がボールを保持しています。はい、はいはい、それで終わりです。次プライベートな話何しますか。いや応援ね、一応応援だから。そうですね、あのね、あのね、今前半18分ぐらい経つんですけど、はい、徳島がボールを保持してて、やっぱ大分が堅守速攻っていう形ですけど、徳島ボール持ててるんで、あのいいペースで入ってると思います。で昨シーズンのつながりという点でボールを保持できてると、とあの一人一人のサポートが早いんでボールを回せてるなという印象なので、まあ、このまま続けてて、あとは点取るだけかなっていう感じの前半のここまでっていう感じかな。まあ、やっぱこう、まる、全然変わっ、ベースはやっぱ去年のあれがちゃんと残しつつって感じですよね。残しつつって感じだね。距離感がすごくいいなと思って。そうだから、ボールはすぐ回せるから、さっきの藤原選手のカットインからのシュートみたいなのは、やっぱこう自分の特徴を出しているんで、はいはいはい、いいんじゃないかなっていう風な感じでは見てますけどね。これさ、今年のねスローガン、ワン？ワン。ね。ワン。なんでワン？知らん？一つになろう。ワン。J1 のワンとかけて。そうですね。あと多分残、まあもちろん一つで一丸となって、まあ多分今年はもう間違いなく残留がテーマなんで。はあ、はあははあ。まあ一丸となりましょう。じゃあ漠然とさ、 J2 とじゃあ J1 ね、2013年を経験しました、14年の J1 経験しました、はい、何が違うの？やっぱなんかこう、なんていうんですかね、戦い方というか、その IQ 的なこと。そうです、そうですね。なんか僕らは引き出し一つしかないけど、相手チーム引き出し 2,3 個あるみたいな、あ、こう来たの、じゃあこうするよみたいなのが、あ、なるほど、こうなんてチームとしてもそうですし、おのおののポジションでも駆け引きあるじゃないですか、うん、ある。そこでもやっぱりちょっとで、やっぱ最終的にそのクロスの精度とか、やっぱ J1 だとここ決めてくるみたいな、J2 だとここ外しちゃうけどみたいなところのやっぱ差は あんまねえだろうなと思ってたんですけど、ある、ないようでありましたね、正直。
そうだね、俺 J2 経験したことないから、はあ、まあ、見てる感じで言うとそういう一人一人のレベルの精度の差とかっていう能力の差っていうのはもう仕方がない部分ではあるんですけど、うん、チームのその引き出しがないっていうのは確かに言えてて、ちょっとそれは感じましたね。やっぱそれが経験豊富な選手が多いかどうかっていうところはあるよね。はあ、そうです。だからやっぱり J2 から J1 上がってきた時に経験豊富な選手を呼ぶでしょう、必ず。でそこで、まあ、フレッシュな選手がたくさん J2 とかって多いんで、はい、走れる選手がたくさんいる中でやっぱりそのベテランをうまく使うっていうのが多いんですけど、うん、まあ、もちろんね、クロックシーンはベテランの選手もいるっちゃいるけど、はい、J1 クラスの経験者が少ないでしょ、まあ、そうですね、いないですね。だからそこをどう取るかは結果次第。僕らの時14年の時はそれこそ千代丹田さんとか、ちょっと J1 名古屋で優勝したベテラン選手がいたんで、まあ、結構こういろいろまあ、まとめてくれてましたけど、やっぱ聞いてたでしょ、だって J2 経験者ばっかりだったら。聞いてました、聞いてました、分かんないです、分かんないです、分かんないです。だってそしたら純は何、聞かれてる方、聞く方、すっげえこう中途半端に位置でしたよね。聞かれても答えられないし、おお、もうでもやっぱ強いよね J1 ねみたいな、いや答えになってませんよみたいな、そういう感じでしたけど。いや、そんなだ、だからか、もう2014年、いや14年はちょっと大変だったよ、まあ、大変でしたね。見ててちょっとね、僕もね、はい、四国の出身者として、うん、自分が気にしてるわけですよ。ホルディスだって愛媛だって、こう香川だって高知だって、うんうん、でその中で上がってきたと、で J1 で盛り上げていこうよと、だけど辛いよねってやっぱ思ったもん。いや、四国初でしたからね。そう、やってる人たち選手って結構それ受けるんですよ、自分たちもショックだから、うんうんうん、で自信を失ってな、そうなんですよ、もう思い切って J2 でやってたことができなくなるとか、そういうのが多いんですよ。ただそこで経験者がいたらよりどころっていうのもあるん で、やっぱ大事だよっていうのはずっと思ってます。やっぱ 2,3 連敗するともう試合の次の日の練習とか の、 あのみんなクラブハウスに来た時 の雰囲気がもう、もうどんよりすぎて、もうグラウンド出てもなんかもう、なんかもう監督もなんかまあ切り替えて頑張ろうしか言えないじゃないですか。なんかあれ何なんですかね、その負のなんかスパイラルみたいなの、ね、チームで一人元気な人いてもやっぱ周りがそうだとやっぱ飲み込まれちゃいますよね。あ、そうなんですか。ちょっと不思議な経験しましたよ、うん、ある意味。そういうことで言うと今年はだからそのメンタリティが、はい、昨シーズンのメンタリティがちゃんと、ね、落とし込まれてるんであれば多少1敗2敗して、あ、自信がないって言っても立て直せる可能性はあると思います。うん、はい、だからチームの作り方っていうのは難しいと思いますよ。はい、だからこのゲームも勝っていけば僕勢いに乗れると思うんですよ、でこのまま行こうぜよっしゃって言って若い選手がいたら、お、調子乗ればめちゃくちゃ調子乗るじゃん、はいはいはい、だからもう調子乗せとけばいいんですけど、ね、うん、ちょっとへこむとめちゃへこむんで、この試合が鍵ですよ。あ、さあそういう時ってこう選手の皆さんはどういうふうにこうメンタルを持ち直していくんですか。難しいな。難しいっすね。個人でもちろんやる人もいますし、はい、監督がそういうもう、環境を作るっていうか、もういいわ練習みたいな、今日はもうサッカーテニスだけでいいとか、練習戦とか、そういうふうに、まあ、うまく環境作りをしていくとか だけど、一人一人がめちゃくちゃ思ってるかな。いや思ってます、めっちゃ考えてます。選手たちだけで集まって話したりもするじゃないですか。するし、けどそれがまた逆にネガティブになっちゃう場合もあるんですよ。なんかキャプテンシーのそうすごい人はもう集めてやるとか個別でやるとかっていう風にしますけど、それをどう立て直すかっていうのは結構難しいですよ。集まって喋ることがなんかきっかけになるだろうみたいな、その形だけに捉えちゃう時あるんですよ、いや、とりあえず集まってやっとこうみたいな、選手で集まってるからやる気見せとこうみたいなのはあるんですけど、けど意見も出ず、なんかどよーんと、いや何のために集まって、何のための時間みたいな、そういうのは経験ある選手だと、もうバッパだ、これはこのために集まったからこうお前意見出せとかっていうのをこうやるんですよ。代表でもやったし、一人一人意見出すって出てない選手だって、お前の意見はどうだ、僕はこう思います、こう思います、あ、じゃあ俺らもそうしていこうかとか、俺らはこうだからこういう考えでいるっていうのをこう
そこで会話ができるっていうのをしたりするんで、さっき監督の話しましたけど、それを監督がやる人もいたり、ね、監督が若い選手で出てもないような人意見を聞くかどうかで、まあ、チームを落とし込むっていうのもやり方も一つだし、逆に言うとキャプテンに任せてやらせて、で引き出して聞き出すっていう監督もいるし、いろいろあるんですけど、まあ、基本的には選手でやった方が絶対いいと思います。そうなんですね。その時にやっぱり引っ張れるリーダーシップ取れるとかキャプテンとかっていうのは大事なんで、その岩尾選手はやってると思うんですよ、と思いますけど、今給水になりましたけど、もし福さんがボルティスの今監督だったら、このあと20分どうします？前半ね、前半ともあれだと思う。前半俺あんまり変えない、このままでいこうみたいな、このままでいけっていう、あとは中の使い方をどうするか、中とトップの使い方、ちょっと今サイドサイド意識してるんで、ちょっとサイドで相手がねもうバッと開いてるじゃん、だからこのサイドにこう出そうとしても、相手のサイドバックがもうついてきてるので、どちらかというと5バック的になってるので相手ね、だからここをちょうど真ん中に集結させるかなっていう感じ。まあ選手だったら、まあ明らかにボールはそっち持っていくよね。でこうこうなんか2トップにボール預けて、サイドが高い位置でいけるみたいな感じでするかもしれないかな。まあ、まあ前半は 0-0 ですから、まあ、まあしょうがないって感じで、1点入ったらシャーみたいな感じですね。そうだから、ある意味リスクを負って点取りにはいかなくてもいいし、っていうふうにはするかな。まあ、どこまでコーチのね小本さんが落とし込んでるか分かんないけど、ベースがしっかりあるからもうこうやってボールつなげるし、比較的 J1 でもこのボール回しっていうのは通用するなっていうのも、もちろんね練習試合もそうですけど思ってきてると思うんで。河本さん、いいお子さんいるんですけど、いい入りじゃない。めっちゃ可愛いんですよ娘さん。せやん、河本さん結構あのかっこいいやん。そう、はっきりして顔、ね、濃い顔されてるじゃないですか、娘さんめちゃくちゃ可愛いんですよ。何歳ぐらいの娘さんです？僕がお会いした時は多分4歳とか5歳ぐらいだったんですよ。だからもう多分小学校 1,2 年生になってると思うんですけど、モデルやらせようかなとか言ってましたから、ね、そう。そう、サポーターの方知ってんのかな、どうだろう、そこまで。でもグラウンドとかたまに結構来てましたよ、子供連れて行くよね、だって選手もそうだけど。福さんのお子さんはどうですか？そうだから、もうサッカーなんかおのずと始めてたし。あ、そうですか。家の中にサッカーボールあるしな。だからサッカー以外のことを やらしたくてもどうだろう、やらないですよね、環境的には。あ、今おいくつなんですか？今はもうだって20歳超えてます。21と17、18の年か、はい、なのでもう岩田の練習場とかで連れてって、はい、で自分はまあ、試合明けのちょっとリカバリーみたいな練習だったら一緒にジョギングしたりとか、でそれ終わった後にボールをグラウンドで蹴ったりとか、まあ、そういうのしてるんで。あ、親子でそういうのってなんかいいですね。自分のパパが日本代表ってめちゃくちゃ自慢ですよね。どんな感情やこれって息子さんに聞きたいですもん、ね、俺も知らない。だから当然なんじゃないですか、普通なんじゃないですか、だから普通のだから親父ですよ。福士さんお家ではどんな感じなんですか？親父ですよ、普通のお父さん。あ、そう、なんかこうね、こうシュッとしてらっしゃるから、家でもこうなんかかっこいい感じのパパって感じがしますけど、だらしてだらだらしたりするんですか？だらだらばっかりしてますよ。だから何してんのってなりますよ、はい。まあ、そういうのでありますかね、子供は子供っていうか、まあ、それが環境が当然だからおのずとそこになっちゃうっていうか、っていうのもあるんじゃないですかね。いや、うちもね息子が今2歳なんですけど、最近すごくサッカーに興味を持ち始めて、今朝もね、あのお母さん今日お仕事って言われて、今日お母さんお仕事よ、サッカーのお仕事って言ったら、僕も行くって言い出して。ね、すごいね。サッカーに興味あるからなのか、そうですね、サッカーやりたいだけなのか。でね、あの夫の弟が使ってたボール、本当のサッカーボールを最近こう蹴らしてみたんですよ。それまでこうゴムの柔らかいボールを使ってたんですけど、本当のサッカーボールを蹴り始めると、キック力がもう一気にアップして、もう本当うちの壁穴開いちゃうんじゃないかなっていうぐらい強くなってきて、やっぱ2歳で結構蹴れるんですね。蹴りますね。本物のボール蹴るって結構すごいですよ。結構ですよね。
あ結構だと思います。お二人は何歳ぐらいからサッカー始められたんですか。僕小学校4年生なんで。あ、さっきおっしゃってましたね。だから10歳、うんうんうん、まあ、もちろんボールは蹴ってはいます。そうですね、小学校とかで授業とか遊びとかであるって、でも野球の方が多かったけど、でも家にサッカーボールがあったかって言ったらないんで、まあ、キャッチボールはよくやって、グローブとかはあったんで、親父が父が野球やってたんで。あ青山さんは。僕も本格的にやり始めたのは小学校2年生からなんですけど、でもやっぱ幼稚園の時とかはやっぱ幼稚園のグラウンドでやってましたね。やっぱお外でお遊びするやつは大体サッカーやってましたね。はい、じゃあ畑中さんの息子をちょっとあれだ、英才教育するか。いやお願いします。ちょっとね、あの小さいボールもちょっと置いといてください、横に。小さいボール、大きいボールももちろんね、うんうんうん、あるし、ちっちゃいボールも置いといてください、はい、そしたらちょっと使い方変わるんで。え、どういうこと。感覚が変わるんで。確かに。あ、小さいなりの使い方っていう、ボールの使い方って足がなるんで、大きいのは大きいのでね、パワーついたりこう分かってくる。ゴムボールって結構弾くから、蹴った感覚ってないんですけど、はい、重くなればなるほど自分で蹴った感覚もつくでしょ、でそういうのをつけていくと今度は、ちっちゃいボールでどうやって蹴ればいいんだろうっていうのが変わってくるから、なるほど、はいはい、そういうの置いとくだけでいいんですよ。もうそうなんですね、はい、番組見てる方これすごく、ね、勉強になったと思うんですよ。教える必要ないと思うんですよ。教育番組みたいになってます。本当ですね、サッカー教育番組みたいになってますね。じゃあ第2回は2ヶ月後。じゃあお家で練習するときはじゃあ大きいボール、まあ、本当のサッカーボールとちっちゃいボールと、ちっちゃいボールとかゴムとかでもいいんでね。そうかそうか、うん、そしたらもうちっちゃいボールだったらな投げてもいいじゃないですか。投げることも大切なんで。あ、はい、僕はもういろんなことをやらせる派ですから。へ、はい、やっぱその方がこう感性といいますかこう磨かれますよね。生きることは多いと思います、それがサッカーでなくても、だってキックするフォームとかって片足立ちだから、なんか片足のこう体を使う競技に役に立ったりとか、バランス能力役に立ったりとかっていうのもあるんで、だから遊べっていう、まあ、僕はもうかなり遊んできたんで、その夜遊びとかそういう遊びじゃないですよ。夜遊びもお前じゃないんだから、やめてください。アンバサダーなんでやめてください、イメージがね。だからそういう普通の、ま、なんなん、町遊びっていうの。町遊びは町遊びはそっち系か。はい、そういうね、体を使って遊びましょうっていう。はい、で自然もね、この四国なんて自然もだらけじゃないですか。そうですね、僕一番それを思ったのは東京行ってから思ったのはそれと、遊ぶ場所がないっていう。ああ、だって公園行ってボール蹴るな、だから。いや、野球するなとかですか。うーん、え、どこで遊ぶのって、それ遊ぶ場所ないから、やっぱそういうのはやっぱ感じたんで、やっぱり田舎だといいっすよ。いいっすね、ちょっとボール蹴りに行こうよって、そこ公園で蹴れるわけだし。そうですね、今じゃね危ないからって言われるしね。うん、僕結構徳島住んでる時はあの、ちょっと山奥のこうなんかカフェとか、はい、そういうの行ってました。一人で行くの。行ってました、行ってました。徳島後輩連れてとか、ね、結構なんかそれリラックス、そうオフの日とか。そうですね、まあ、練習後もたまに。そうですね、空気きれいやしな。そう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 、本当あの頃は花粉症がどうこうってなかったし、ね、確かに今じゃ絶対行かないでしょ、ね、多分みんなどうなのかな、か、ね、田舎の人の方が多いのかな、関東の方が多いのかな、まあ、みんな多いか。どうなんすかね、みんな多いけど、ね、昔なんか花粉症なかったでしょ。うん、花粉症確かになんかここ数年数年でしょ。聞いたの。俺だって静岡行ってから出たんだもん。あんだけ遊んでたのに山で。うん、ああ。じゃあもう今の時期とかも結構ムズムズするとか、来てますか。はい、ありますよ。徳島は遊び行ったことないですか。徳島だとあんまりないな。だから小さい頃はあの僕腰が痛くて、はい、で腰が痛くなった時、小さいって言っても学生か高校生ぐらいで腰痛いって言って。じゃあこれ直すためにはどこ行くかって言ったら、徳島のね針の人がうまいっていうのをあの父親が聞いてきて、じゃあそこ行くって言って新居浜から、だからあの高速、だから高速あったっけな、ないかも。だからあえて川の江通って、あの山入って、池田高校のあの横のあの山道通って行ってましたもん。そういう感じだったんで、でも徳島でじゃあどこ
愛媛出てから徳島どこ行くって言ったら鳴門か、まあそうですね、うんうんうん、ぐらいかな。逆に教えてほしい。まずやっぱ阿波踊り。あ、もちろん阿波踊りは行ってるけど、その時期しか無理やん。あ、行ったことないですか。行ったことない。絶対行った方がいいです。ずっとテレビで見てた。いや、もう新居浜の、新居浜のテレビでは絶対もう人生損してます。絶対行った方がいいです。現地で見た方がいい。いや、すごいっす。ああ、ま、リオのカーニバルは関係ないです。リオないです。ブラジル人が必ず帰るっていう。でもそんな感覚じゃないですか。行ったことない、行ったことない。でも多分そんな徳島の人だったらそうですよね。お祭りのために帰るっていうね。この日のためにみたいな。のでみんなだってすごい、僕聞いたのが阿波踊り終わるじゃないですか、うん、次の日からまた来年のために練習するらしいですからね。その連があるじゃないですか、うん、いろんな連がバーッと終わりました、今年もお疲れ様って言って、うん、で次の日からまたどこまた来年に向けて練習するらしいんですよ。それがずっとこう続いてってるっていう。だからずっと踊ってんだろ。ずっと泡踊ってるってことやんな。もうだからそう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 、泡踊ってるってなんかまた表現がある。踊ってだからそうですね、泡踊り、泡踊りって言われるぐらいですかね。だって泡踊りで、まあ、コンテストじゃん。でやります、うんうんうん、で次の日から練習でんだからずっと踊ってるわけでしょ。そうですね。そう、あ、チャンス、おしゃー、来たな。入った入った、入った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 、素晴らしい。いやー、ナイス。これ超でかい。いや、これちょっとでかいな、うん、しかも時間帯なかなかいい。もう前半終了前。うわ、すげえ取り当たってる。これ 裏ポーンと出したんだよな。うわ、今の誰やの剣、うん、それでキーパーのミスっていうか、まあ、ディフェンスラインのミスだね、これね、うん、剣じゃない今出したの。でもそれぐらい余裕あったな今。いや、シュート決めたのは岸本選手。あ、これは俺でも決めれるな多分僕も決めれると思います多分決めれますよこれね、はい、あそこの行くのはどうか分かんないでしょ。あ、はい、選手の方々ってそういう見方をするんですね。あ、俺でも決めれるなっていう感じの。確かにすごいことなんですよ。だからそうなるとこれは難しいかな、これは簡単かなっていうのは分かるわけですよ、うん。でただ単に来たボレーシュートがバーンって綺麗に決まりましたとかよくあるじゃないですか、はいはいはい、あれ、ああいうのって相当難しいんですよ。だけどもう見てる人は簡単に足振ってボールに当てたから、あ、うまいやん、あ、できるんやって思うけど、僕らは、あ、無理。あのパスは出せます。あのパスは出せるよ。でも多分出しすぎてると思うよ、あれちょっと引っかかってると思う。あ、なるほど。っていう風に見ちゃうから、うん、めちゃくちゃいいパスですってちょっと言えないです勉強になりますでもあそこを気づいたのはね、ワンテンポをツーテンポ遅らしてるの、はいはいはい、ドンドン、そう出せたんだけど、岸本選手とディフェンスがこういう感じかな。だから岸本選手が走り込むのにディフェンスの方が早いから出しても意味ないなっていうのでワンテンポ遅らしてるんですよ、うんうん、で相手が来ないから、あ、じゃあもう一回テンポっていう間に岸本選手がこう走ってオフサイドギリギリで出せたっていう。ただピンポイントじゃないから、はいはいはい、キーパーとディフェンスラインがミスをしてこぼれたっていうだけでしょ。だから、あ、2テンポ遅れたな、うん、あ、で遅れたのに、足元じゃなかったからちょっとキーパーとかディフェンスに取られたなって言ったら出せるなってなる。あのためボランチだったら分かんじゃん。いや、まあそうっすけど、あ、出すタイプじゃねえか、そうそうそう、僕そういうんじゃない、もう取るタイプの、そう取って上手い人につなげるタイプ、ね、そう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 、そうなんで今はね、でもいいとこ見えてましたよ。まあでもね、そんなんで点取ればいいんで数点もね、確かに。いやでもこの時間帯の1点はでかいっすね。そう、これあとそう、徳島が一番今困ってるっていうのはこっからこの、はい、中盤の選手がボールを持って相手がこうブロックをつけた時からの崩しができてないっていうか苦労してるっていう、うん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 、なんかそこでやっぱ裏に出せて点が取れたっていうのはあの、ね、いいと思います。まあ、でも理にかなってますよね。も回しながらちゃんと遠くの人が裏を取る動きがちゃんとできてて、うん、で相手を走らせて、そうですね、うん、でここで仕掛けてて、ああこういうのいいね、石井選手かな、うん、まあ、まあね、映像見えてる人はねこうやって解説しながらっていうことになりますけど、
見えてない人もいらっしゃると思うんで。そう、何ちょっとね、阿波踊りの話でしたっけ。阿波踊り ねちょうど阿波踊りの話の時に点が入りましたから ね、 そうそうそうね。だってボルディスだってチーム出してんじゃないの。あれよくいるじゃん。あれ本当すごいっすよ。あれなんかみんな踊ってるだから、メイン の、 その要は踊るところもいろんな場所があるんですよ、うんうん、でもうすごく人が集まる通りがありまして、メインストリートが、うん、そこで僕ら踊らせていただいてたんですよ、うん、で、まあ、着替えて準備するじゃないですか、うん、でもちろん毎年それこそ選手も変わるんで、うん、そんな阿波踊りって何って話、確かに確かに確かに、慣れてない人いる、早く着替えてみんなで、みんなでつって2、30分ぐらい練習するんですよ、はい、あれ何、当日練習ぐらい、当日練習するぐらい、そうだ、みんなでやってこう、やってこうっていうふうに話はしてたんですけど、今やってるかどうか分かんないですけど、それでやって、でみんなで歩いていくんですよ、メインストリートに、うん、で大体メインストリートなんで、すごくうまいレンが前をまずやるんです、バーって、もうそれでみんなバーってなってるわけですよ、やっぱすごいねみたいな、で次僕らじゃないですか、もう圧倒的な差があるわけですよ、練習量とかね、そうそう、だからなんかボルティスの見て、あ、選手が頑張って踊ってんだなみたいな感じの 見方をして、でまた僕らの後ろにすげえうまい人たちがいるんですよ、で 挟んでくれてるんですよ、それはそうか、僕らがちょっとこう変な話、箸休みじゃないですけど、ちょっと休憩ね、そうそう、みんなトイレ休憩ね、でそういう感じになってるんで、ちょっともうちょっと練習した方がいいよねっていつも言ってるんですけど、おお、惜しい、そうなんですよ、でもあれは絶対に本当に福さん見た方がいいです。へー、現場でね、でなんかすごいのが、そのレンでやってなくてもそこら辺の要は交通規制かかって全然車通ってないんで、そこら辺の広場で勝手に始めたりするんですよ、太鼓叩いてとかって言って、それがまたすごいクオリティが高くて、なんかもう本当そこら辺でもパッと見たらもうやってる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 みたいな。でも重要じゃない、その地域と密着じゃないけど、 J リーグのね、地域密着っていうのはしっかりとやっていくわけで、小川選手がさて阿波踊りに参加するのは参戦、まあ、自分がやれって言われたら、はい、うわーって思うかもしれないけど、いや絶対面白いです、逆にあの、いやこんなことなんか恥ずかしいよって言ってたらもう逆に浮いちゃいますから、ああそうだよね、みんながアホになれるんで、アホ踊りって言われるだけに、でも確かにそれは一回行ってみたいな、うん、でもあれですよ、あの、うん、ドコモ連さんもありますから、でドコモさんが練習してんだ、はい、多分僕ら同じ連打あれしたから近く、でもあれだろ、アンバサダーで出てたのかったっけ、それは一昨年出ました、去年亡くなっちゃったんで、うんうんうん、一昨年出させていただいて、うんうんうん、リカルド監督の横でやりましたけど、外国人の人とか、まあ、好きそうじゃん、まあそうですね、そうですね、いいのって、なんかリカルド監督はすごくいろいろなとこ行ってたらしいですよ、徳島のそういうなんか文化を知りたいって言って、だからまあ今度の新監督のパヤトスさんもなんかそういう監督だったらいいですよ ね、そしたら連れてってあげて、そう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 、で他に何があるの、阿波踊り、あとはやっぱあれじゃないですか、まあ大塚国際美術館、阿波美術館有名やもんね、米津さんが去年一昨年か歌ったね、そうそうそう、ね、あんなすげえところで、うん、すごい、あとまあ山は山、山はあの いやです、あ、橋カズラ橋、うん、怖いでしょ、怖いです、木のつるみたいなのをくくりつけて吊り橋があるんですけど、すごく揺れるんですよ、下抜けてるんで、ぬ結構怖いですよ、落ちそうな人いなかったの、まあなんかちゃんと掴んであれしたらまあ大丈夫かなっていう感じなんですけど、怖っ、俺ダメだ、まあ、そこはでも、でそこの近くに売ってる鮎の塩焼きが美味しいんですよ、あ、そうなんですか、こういいです、ね、刺さってて、いやいや、お金払って取ってこう食べるみたいな、いや絶対もう美味しい、うん、それは美味しい、もう分かった、そういうのがでも田舎はできた、僕らもだって川に自分で取りに行って食べてましたもん、はい、あ、そうですか、まあ、今はもしかしたら規制があるかもしれないし、もうそういうのは自由だったんで昔っていうか、うん、はい、まあ、愛媛もそうすると四国はもう盛んですよね、基本、そうよそうよ、もう一緒にファンタなのか A なのか知らんけど、うん、泳いでたらうわーっていうのもあるし、あ、本当ですか、はい、すごいですね、それ、はい、なんか中田秀俊さんが、はい、数年前かなんかにあのナルト の、 その有名な漁師さんがいるらしいんですよ、うん、にその
その量を教えてほしいって言って、うんうん、でなんか 2,3 日一緒に弟子みたいな感じでやったんだ。やったらしいです。でそのナルトのタイを釣る漁師さんらしいんですけど、うんうん、ナルトのタイって有名なんですよ、うん、めちゃくちゃ大きくて、愛媛もタイ有名や。あれ潮の流れか、もしかしたら。あ、そうそうそう、あの渦潮に揉まれてるみたいな。でそれをそのもちろんいろんな大阪だったり築地だったりこう出荷させるじゃないですか。その時にタイをなんか寝かして送らないで立てて、うん、鮮度が落ちないように、泳いでる状態で立てて、そうそう立ててピッピッピッってで出荷するらしいです。わすげーと思って、 なんかすごい有名な、ちょっと名前わかんないんですけど、なんか有名な漁師さんがいるって。でヒデさんがそこでちょっと弟子になったっていう。ヒデは本当に興味あるもんにはめちゃくちゃ行きますからね。日本酒とかもされてますもんね。そうそう、だからなんだね、漁師みたいな。いいね。その漁師さんがなんかその弟子みたいな感じでこうあれしたら、別に何も教えることねえからと、うん、ただその俺と一緒に生活してみろって言って、うん、寝るのも全部一緒、全部一緒、うん、ホテルじゃねえよ。で勝手に4時ぐらいにパッと起きるから、それにちゃんとアンテナ張って起きて、とにかくついてくればいいからみたいな、まずそこからだみたいな感じの漁師さん。職人っぽい。だって目覚まし時計なんかないよ。そうそうそう、ちょっと起きてもすぐらしいです。すげえなと思って。それは面白いな、うん、寝起きが良くないとついていけないですよね。寝起き悪かったらちょっと、ね、僕は起きれない人だ。まず無理だ。福さん結構寝られる、え、早起きですか？寝る寝る、全然寝る。何時、普段何時ぐらい起きてるんですか？もう日によって、もうバラバラ。普通に10時とかあります？あるある、10時ある。マジっすか？6時もあるし、もう本当そのバラバラなんで、もう、はい、何時に起きましょうって。朝だから朝弱いっす。あ、朝弱い方ですか。強くないな、うん、そうなるとちょっと厳しいな。あ、そうですね、ちょっとまあタイはいいかな。でもタイうまいもんな。美味しいですよね。っていうことは何、徳島のだって名産にタイって出てこないじゃん。え、でも有名ですよ、ナルトのタイ。ナルトタイ俺初めて聞いた。まあ、あの金時、うん、もちろんね、お芋ね。はい、芋、うん、お芋は、あと、まあ、すだちは有名じゃないですか。すだち有名。あ、でも俺もね、鳴門金時と何やったかな、この前ね、はい、まあ、こんなとこでこんな携帯出すのもなんかありえないかもしれないですけど、ちょうど SNS とかでね、こう鳴門金時も前一回出したことあるんですけど、これなんだ、みつろうっていう、みつろう、徳島県産みつろう、知ってる？いや、芋、芋知ってるって、みんな見えへんけど、蜜蝋っていう、なんかね、こういう、あ、さつまいも？さつまいも、さつまいも。だから鳴門金時もそうですけど、さつまいもがいろんな種類のさつまいもがあって、はい、で、さつまいも好きだから、はい、これは焼き芋に合うさつまいもって言ってました。も、は、の、いはい、によっては、じゃあ天ぷらがいいとか、はいはいはい、あるじゃないですか。なるほど、はい、でそういうので僕は今回蜜蝋みたいな、こう、はいはいはい、石焼き、石焼きというか焼き芋にって言って、うまい、もうねっとーっとした。あ、美味しそうですね。それはそれはあるよ。あと何だ、まあうどんも美味しいですよ、まあ、うどんも美味しい、まあでもそうだな。だって愛媛だってうどんはあるっちゃあるから、うん、だけどやっぱりうどんはうどん県にはかなわへんや、うん、まあそうですね、さすがに。まあ、本当うどんだけは食いたい。結構食ってる。ね。なんか福さんすごい食べてるイメージが。うどんはね、僕大好きなんですよ。インスタとかでも。うどんは結構あるな。そうですね。あとね、うどん飽きないんですよね。はい。いくら食べても。いくら食べても飽きないです。はい。さあ前半が終了して。徳島ボルティス1点のリード、はい、もう いい前半、いい前半ですね。これは最高です。信用されてるかどうか知らんけど、いい前半いいですね、はい、ではあの前半振り返っていただきたいと思うんですけど、今あのポカリスエットスタジアムとつながっています。徳島のスタジアムとつながっています、はい、まずは福西さん、はい、前半の印象、ちょっとお話をしながらだったんでね、あれですけど、いかがでしたか？あの全体的に見たときに、うん、僕はあのね、すごい落ち着いて入っ
ったかなっていうのを思いました。だから最初だからどうしていこうかな、 J1 だから受け身になるのかなとかって思ってたんですけど、はい、もう J2 で戦ってたように自分たちは繋いでいくっていうサッカーをしていくっていうことを出せてた前半だったと思うんで、ペースは掴んでたんじゃないかなって、だから選手も伸び伸びとできたような印象ではあります、うん、はい、青山さんどうですか。そうですね、やっぱまあ、キャンプ等含めて多分準備されてたことが本当に開幕なので緊張感があったと思うんですけど、まあ、そういうことも全然こう感じさせないこう試合運びといいますか、でやっぱ一番僕がやっぱいいなと思ったのはやっぱ36分でしたっけにってやっぱ点が入った、あの時間帯に点が入ったっていうのはすごくやっぱボルティスが前半こういい流れを作ったのかなっていうやっぱ印象はありますよね。やっぱペースを握っててもなかなかこう入らないとじり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 こうリスクを負ったりとかっていうのはあるんですけど、まあ、そこで点取れたというのとやっぱそれで焦らないでバランスが崩れないっていう、はい、後ろは後ろで大分ももちろんボールをつないでくるんですけど、そこでしっかりプレッシャー行ってボールを取れたって、で、まあ、やっぱシュートも相手少ないですし、やっぱそのあたりは徳島俺うまくやれてるなと思ってます。確かに点を取れた、1点取ったっていうのは大きいですよね。大きいですよ、サッカーはね1点めちゃくちゃ大きいんで。あ、そうですよね。しかも開幕なんで、はい、開幕戦で先制点取れたのがすごくでかいですね、はい、ファンの皆さんも嬉しいでしょうね。そうですね、ここはね、やっぱりめちゃくちゃですよ、それは喜びますよ、ね、どうでしょう、後半どんなところに気をつけたらいいと思いますか。僕は変化に対応できるかどうか、相手は必ず点取りに来るんで、じゃあどういうふうに3トップにするかもしれないし、もっとボールをももも運んでくるかもしれないし、まあ、大分ならないと思いますけど、蹴ってくるかもしれないし、まあ、そういうことをちゃんと対応できるかっていうのは後半見なきゃいけないです。ベースは変えないと思うんで、はい、やっぱ変えないながらでも相手の対応、相手に対する対応ができるかどうかっていうところなんじゃないですか。前山さんいかがですか。そうです、やっぱ多分もちろん相手ホームなので大分は絶対攻撃的に来ると思うんですよ、さらにエンジンをかけて、その時にやっぱ僕らがちゃんとしっかりいい守備をして、やっぱ相手が前に来るからこそ多分カウンターがチャンスあると思うんで、まあ、そこで1点もう1点仕留められたら多分今日はこちらに勝利の女神が訪れるんじゃないでしょうかね。はい、楽しみです、ね、こんな話をしながらでもやっぱりみんなねこう喜んで終わりたいじゃん。そうですよ、本当ですよ、ね、選手も頑張るでしょうし。そうですよね、はい、パワーをね送れればいいなと思います。そうですね、はい、後半もぜひ頑張ってもらいたいと思います、はい、それではスタジアムの皆さん、 YouTube をご覧の皆さん、後半も一緒にボルティスを応援していきましょう。
2度目7年ぶりの J1 昇格です。
さあ間もなく後半ですけど、選手の皆さんってハーフタイムの時はこう何をされてるんですか？基本的には、最初は休憩です。そうですよ、前半でやっぱりこう疲れてるから、まあ、着替えるから脱いで、シャワー浴びる人はシャワー浴びる。でもハーフタイムで15分しかないですよね。15分じゃないですか。だから最初の5分ぐらいは大体ね、自分の時間なんですよ。でサッカーの、まあ、その前半の反省をする人もいれば、個別にね、自分 の, その次の支度のためにシャワー浴びたりこう拭いたりして、じゃあ、みんなが落ち着いたぐらいに監督がミーティングするっていう流れですね。そうなんですね。他にそれ以外何かあった？そんな感じ、まあ、なんかサプリメント補給したりとか、なんかサロメチールってあの筋肉、また筋肉また緩めたりとほぐしたりとか温めたりとかっていうトレーナーさんにこうやってもらったりしますね。そういうのが多いですかね。それも個別でやるんで。そうなんですね。僕ずっと横になってましたよ、しんどいから。もう踏む人それぞれで、もう黙々と着替える人もいれば、僕みたいにもうすぐ着替えてダラーってこう横に寝てる人もいれば、筋肉放射に行く人もいれば、もう指示受けに行く人もいれば、どうなんですか、15分っていうのはこう感覚的に早いんですか、それともこう結構ゆったりこう休める時間があるんですか？どうだろう、俺はもうめちゃくちゃ早いと思ってますから、休みたいもん。もっと休みたい、もっとこう疲れ取りたいっていう感じですか？多分集中切れちゃわないぐらいにちょうど後半ですよってなるんで、確かに程いいっちゃ程いいかも。多分これ 2,30 分あったら、もうだらーってなっちゃう。ちょっと待って、もう後半やるのみたいな感じで。でもそれはそうあるかも、確かに。ちょうどいいんじゃないですか、15分で多分。もう行くかみたいな、本当そんな感じですよ。もう用意します、ミーティングします、もうベル鳴りますってか呼び出してから時間が来ます、でみんなで出ていくっていう感じなんで、意外と時間はないっちゃないし、そうですね、あるっちゃあるか。でもまあない方かな。結構監督もバタバタバーって言いますからね。そうだから長いことミーティングできないんで、映像を使う監督もいれば、まあ基本的には使わないで要件だけ言う監督とかですかね。結構ハーフタイム大事だよな。いや結構大事ですよ、まあ、だから後半の入りとかが変わるんですよ。相手がフォーメーションを変えたりとか、負けてる方が勝つために人変えたりとかっていう動きやすいじゃないですか。でその時にじゃあ勝ってる方のチームがどういう風にするかっていうのが、あれ相手がちょっと前半と違うんだけどとかってなる可能性もあるんで、だから後半の最初にこう動いたりするんですよ。点入りましたとか、ちょっとペース変わりましたとか、そういうのはこのハーフタイムによって大きく変わると思います。そうなんですね。しかも去年からだと思うんですけど、給水が毎回入るじゃないですか。給水タイムね。給水タイムでも多分流れって変わると思うんですよ。でもあの間にちょっと水飲みながら話せるじゃないですか、ベンチからのスタッフの声とか監督とか、あそこで、はい、じゃあまたスタートするよってなった時にちょっと流れ変わるんですよ。そうですか。結構多分それはなんか僕感じてて、まあ、真夏の時は僕ら現役の時も多分給水タイムありましたけど、今って今日も行われましたけど給水タイム絶対寒くてもあるんで、それで指示出せるんですよ。そう左サイドから相手が来てるからちょっと立ち位置ずらせとか、もうそういう修正がすぐにそこでできるんで、結構給水タイムって結構重要かなと思いますよね。今もう今年っていうこの今回だから本当コロナ禍で生まれた、ハーフタイムのハーフタイムみたいな。そうバスケットみたいな感じですよ、本当は指示しちゃいけないみたいな、まあ、それはうまくやってんじゃないですかね。でもそんなに今後半こう始まって変わらないかな、お互いの入りが前がかりにはなってる相手が、でもあんま変わんないか、ベースは変わんないですよ、メンバーの変更はないですかね。ここ
ういうこう今みたいなプレーってどう足に頭を持ってきたじゃねえかっていう話っていう、そう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 難しいよな。難しいですよね。でも高さ的には頭の位置の方が近いからやっぱ頭防御になるけど、はいはい、下のボールを頭持ってったらさすがに足優先になるやろ、まあね、今年ってあれですか VR 入ってるんですか。入ってる全、うん、ああ入ってる。なんかピンチらしいピンチというかなんか初めてぐらいじゃないですか、うん、福さん壁結構入れって言われて壁は俺はいつも右から2番目結構当たるとこっすね。当たる、あ当たるかも、うん、入りたくなかったっすか、うん、同じく僕もそうだから、ま、だから毎回パッててもう顔と急所だけは絶対バッて でも避けちゃいけないんでこれ避けたらもうチームに関わるから絶対避け壁の意味ないじゃんってそうそうだけど絶対守るとか変わっても今だから手に当たると PK だからあすごい気をつけてますけどって難しいですよね、うん、今ちょっと触ってももうあれじゃないですか、うん、だから壁は嫌でしたね。もう壁にぶつけてくるフリーキッカーとかいるんですよ、わざと、ね、そうなんですか、はい、なんかちょっと性格悪いですね。性格悪いってもう粉砕しちゃうだから避ける避けたら点入れるからそれを期待していくわけですよ。とかもうこの足のこの間だけでもちょっと避けただけで当たって入ったりするんでもうそれを狙って突っ込んでくる、打ってくる人がいたりするとうわー、あいつ絶対打つじゃん、うん、だからもう避け込んでるんですよ構えて絶対打ってくるみたいな。でも当たるとやっぱ痛い、めちゃくちゃ痛いですよね。まあ野球のデッドボールとかほどは痛くないですけどとはゆえ手は家ですよ。冬なんかなここにこうバーンで桃に当たったら真っ赤になってるし、うわあれたまったもんじゃない、たまったもんじゃない、うんうんうん、あクロス上げたんだね。でもこういうのもいろんな練習してるんでしょうねパターンで。ああフリーキックのパターンっていうのはよくやるな。でもさあのゴール前だともうそのキッカーが決めるやん。あ、まあそうすね、で得意なやつがいれば、うん、右から得意な右利き、ね、左から得意なやつとか、はい、でもフリーキッカーいたらそれそれでいいよね。いや、そうっすね。徳島は誰がフリーキッカーいるの。基本多分岩尾が蹴ってんじゃないですかね、うんうん、基本はだったと思います。コーナーキックも含め、そうです多分多いと思いますね。どうなんですかボルティスってこう現役時代選手同士の仲っていうのはいいんですか。こうプライベートで一緒に遊びに行ったりとか。そうです基本的に休み前の日とかは、うん、みんなでご飯食べたりとか、はい、あのもちろん ご家族がいる方たちだったら、まあ、奥様とか子供を交えて、あましてやもう夏とか暖かくなってきたらバーベキューとか普通に、まあ、できるようなところあるんで公園とか、でも何家族とかってあるやん。そんなにねいっぱいでバーベキュー行ってもまとまりきかんし、うん、大体でもなんかあれですよ結構来る。まあもちろ ん, なんかその中で年齢でこうあるじゃないです か, あ分かる、ね、ちょっとベテラン同士とか、うんうんうん、であると 4,5 家族ぐらい。あじゃあ結構盛大というか、そうですね、結構子供入れたんでやっぱ20人ぐらいになりますね。楽しそうとかはよくあので、僕独身なんですけど、はい、なぜか知らないけどその家族の会に呼ばれるっていうだから雑用なんじゃん。あの子供見れんじゃん。ああそうですね、そうですね、そうですね。子供はお子供大好きです、ね、子供いいですね。そう大好きだから遊んでくれるから、うんうん、やっぱちょっと順呼んどこうか肉も焼いてくれるし、そうそう焼いてくれるし子供の面倒見てくれるし、そう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 、お子さんからするとねこうお兄ちゃんが遊んでくれるって感じで嬉しいでしょうしね。そう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 、いつもお父さんばっかりやからみたいなね。でもすごいなんかみんな仲いいと思いますよ。あ雰囲気いいんですね。はい雰囲気全然いいです。ムードメーカーみたいな人もいらっしゃるんですか。ムードメーカーどうだろう、僕の時いたかな。
まあ、間違いなく僕は無能メーカーじゃなかったですね。じゃなかった、はい、僕は僕は違いましたね。誰だろうな、うん、けど基本的になんか若手に無茶振りします、うんうん、先輩が急に即興でなんかお前なんか面白いことやってみたいな、じゃあ青山さんもされたことは、あ、それは、うん、でもなんか僕以外にそういうのなかったんですよ。で何歳で行った、だその年齢によりますよね。だから若いうちにチームに行ってるかとか。僕21、23ぐらい初め行って、じゃあ結構回されるタイプだな。でそこからまた25、6で戻ったんで、なんか僕そんなになんか何かやれとかっていうのはなくて、逆に何かやれって言ってる方だったかもしれない。立ち悪い。そういうことか。いじる人もいなかったのかもしれないですね。持ち味がなんか発揮できなかったな。発揮できなかったそういうところはちょっとあれチームが失敗したな。あやまの使い方みたいな。そう、アンバサダーとしてどんどんいじってほしい。そう、今だから皆さんこうサポーターの方も含めて ね、これから順いじってもらえれば、そう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 、ちょっと新たな徳島が、そうですね、見えるかもしれない。噛めば噛むだけこう味が出てくる、出てくるかもしれないですね、はい、それは美味しいかまずいか知らないですよ。そうですね。それはまずいエキス出してるかもしれないですけどね。それはね、それは知らないし、うん、まあ、噛んだら味は出るよっていう。そうそうそう、はい、なので皆さんね、いじってやってください。すごいな、でも何年も。福さん何年いらっしゃったんですか、ジュビロ。ジュビロは12年。いや、一つのクラブに10年以上いられるってすごいですよ。すごくないですか。だってもうでも今の時代で一つのチームにずっといて引退とかっていうのはやっぱすごいと思います。うん、ね、健吾みたいにオファーもあっただろうし、でもそれで辞めるっていうのは俺はある意味すごいなと思うよ。だからこそアンバサダーじゃないけどさ、もう今じゃいろん な, なんかよくわからない名前ついてるじゃん。ありがたいですよ。ああ、すごい。そういうのはね、大事にしてもらうといいなと思いますね、チームにとっても。なんかこう、もちろんボルティスを盛り上げるのもそうなんですけど、はい、なんか、まあ、僕5年半徳島住んだので、うん、まあ、先ほどのカフェのお話もそうですし、うん、あまりこう、なんていうんですかね、徳島の人にしか分からないよう な, なんか魅力的な場所ってたくさんあるんですよ。あ、もちろんなんか旅のしおりみたいなの載ってるのはもう王道じゃないですか、美術館とか、じゃなくてこういうなんか山奥にこういったおしゃれなカフェがあるよとか、うん、なんか結構山奥に泊まれる蔵みたいなところがあって、結構外人さんとかが泊まりに来たりとか、朝一で朝5時半とか6時に起きてその山奥のすごい高台のところで朝ヨガとかやってる人いるらしいんですよ。外人さんがそういうのが好きらしくて、結構外人さんが、まあ、今コロナ禍で多分無理だと思いますけど、2年前とかそういう話聞いて、ただ魅力的なところってまだまだ多分たくさんあるので、なんかそういったところももちろんボルティスを通して、まあ、アンバサダーとしていろいろ伝えていきたいんですよ。あ、青山さんがお気に入りの場所とかってあったりします？それを聞きたい、ね、気になりますよね。僕はあの美馬市ってあるんですけど、美馬にその宇達っていうその町並みって昔のその何ていうんですかね、時代の建物がある、はい、そのまま残ってるところがあって、ドラマの撮影とかでもよく使われるらしいんですけど、そことかはやっぱなんか行くとそのまんまの形で残ってるんで、なんか風情を感じるというか。あ、やられた、入れられた。ちょっと守りきれなかったね。体張ったの1回2回はシュートブロックはできるんだけど、その後の対応っていうか細かいボールの予測っていうのは相手の方が早かったかな。うーん、まあ、こうやってサイド使われるっていうのは もちろんこれ分かるんだけど、でここからの対応ね、ボランチ来ました。ここの絞りが少なかったな。 そうですね、これがちょっと遅かったかな。でもまあしょうがないか、後ろから来られてこの、ね、その対応、まあ、相手もね一発のロングキックだったから帰るっていうのは大変ではあるんだけど、
まあ、よく相手に浮かしたよね。これキーパーどうしようです、うん、こっからどう流れ、どういう流れになると思います。やっぱ押せ押せですか、取りに行った。俺はちょっとなるかな。おちょっと流れ、ちょっと VAR 聞いてる。何を取り消すんや。でもそこまで得点しかないもんな。だって一発目のオフサイド、それはないな。あ、ないです、ね、入っちゃった。普通に普通に入っちゃった。ここからでもそうだね、どうなるか、ね、30分、うん、これ大分はね、おそおそになるからローキックが増えるかもしれないね。まあ、そんな簡単にはね、いかないね、試合なんで。そうですね。アウェーだから勝ち点1でもいいっていうふうに思えれば、まあ、そういうサッカーすればいいし、うん、いや絶対勝ちに行くんだって言ったらやっぱりもうリスクを負うしかないんで、うんうん、でもまあそんなリスクは負わないと思うから、大分が勢いに乗ったのをどうするかっていう感じにはなるんじゃないですか、うんでもこうやってやられてもちゃんと後ろから作ってるじゃないですか、うんうん、だからやりたいことはやろうとしてるっていうのはやっぱり、ね、だからそれがすごいなというか、うん、僕らの時とちょっと違うなっていうか、やっぱ僕らもこの時点で多分あたふたして敵が来たら蹴るみたいな、ね、やばいやばいやばいってなってまた決められちゃうみたいな感じでしたけど、そこがなんかちょっとないんで、うん、やっぱちょっと違いますよね。そうだね、そういったところで、まあ、大分の、ね、野村選手活躍させてないし、そうですよね、うん、今のところ自由にあんまさせてないですよね、うん、いいんじゃない、うん、徳島の、そうか、徳島県っていっぱいあるんですよ、はい、もうたくさんいろんなところが、うん、それをなんかもっとみんなに知ってもらうっていう、そうですね、それなので、まあ、ボルティスと徳島県ですよね、あの魅力というか、ましてや今年 J1 なんで、14年の時もやっぱたくさんのサポーターの方来そうなんです、来たんですよ、うんうんうん、あのアウェーのチーム、アウェーの人たちが来た時に、せっかくだったらそこで楽しんで帰ってもらうっていうのは、確かに、ね、もちろん試合を目的でね、うん、応援しに来てくれて、試合の周辺のね、もう出店とか、はい、そういうのはもちろんね、こう楽しんでもらうのはもちろんなんですけど、じゃあその終わってから、じゃあどこでご飯食べるとか、うん、どこに観光見に行くとか、そういうので街を一緒に楽しんでもらったら、こうもっともっと人も来てくれる。あ、 そこがなんかすごく仕事やんな今年、まあ、意味チャンスというか、そうやってもっともっと知ってもらう、うん、まあ、プラスね、オリンピックあるか分かんないですけど、まあ、もしあったら、まあ、徳島ではやらないのかな、まあ、競技によるだけで、まあ、ないんじゃない、大阪とか分かんないですけど近くまで来る可能性もあると思うんで、そうですね、そういう時になんか徳島っていうところ寄ってみようとか、あとすごいのがアニメがすごいんですよ、あ、うん、今徳島アニメ力入れてますね、うん、入ってますもんね、アニメのイベント結構されてて、うん、だって有名な撮影場みたいなのあんのやろ、そうそうそう、あとコスプレでやっぱなんかそのなんかイベントみたいなので、みんな結構あの街周辺でコスプレされてる人もいますし、うん、なんか結構外人さんとか来てるらしいですよ、うん、今すごいもんね外人さんが、あ、まあ、コロナ禍で今結構来れないけど、うん、やっぱその来てその街見る、その撮影したところとか、うん、撮影っておかしいけど、なんかそこが舞台になったところとかね、うん、そういうところ巡るのも多いんで、確かに今こうコロナで世界中がこう移動もできなくて旅行も行けなくてって我慢している状態だから、もしこのコロナが収束した時に、じゃあどこ行こうかってなった時に、あ、じゃあ徳島行ってみるみたいな、そういう感じで、うん、思ってくれるようになると嬉しいですよね。そのきっかけがアニメだったり、もう食べ物だったり、こう街の雰囲気だったり、いろいろはあると思うんですけど、でも私あのさっき福西さんがおっしゃってた蜜蝋、蜜蝋を聞いて、あ、徳島食べに行ってみたいなとは思いました。まあ、お取り寄せも、ね、できると言ってましたけど、はいはい、お取り寄せ僕はしましたけど、うん、めちゃくちゃそういう種類がいっぱいあるから、その料理に合うもの、
っていうのでなんか満喫してもらうのもいいんじゃないかな。結構僕食べるの好きなんで。あ、何が一番好きですか、食べ物。食べ物、うどんうどんはやっぱ上位っすね。相当上位っすね。うどんは上位っすね。1位じゃないですか。自分で打ったりとかはされないんですか。打ったりはしないですね。あ、はい、食べる専門です。うーん、はい、まあ、もちろん僕はもううどんもうぶっかけが一番好き。でもたまにはかけ食べようかな、ちょっとアレンジ加えるぐらいなんで、はい、たまにカレー食うかなみたいな、はい、そんな感じで食べますし、もともと魚が四国育ちなんで魚好きですし、はい、魚も食う。いやでもやっぱうどんかな。うどんは1位ですか。うどん1位ですね。白いご飯も大好きなんだけど、炭水化物、炭水化物は好きかな。基本炭水化物好きです。でもこう選手の方々ってやっぱりこう、うん、食べるものとか気使いますよね。栄養面だったりとか体を作らなきゃいけないっていうのでかなり使うと思いますよ。ですよね、はい、その時も、はい、うどん。僕はでもストイックではないんで、うん、食べましたね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 、はい、ただ動いてるん で、はい、で今はそう抑えますよ。食べる量とかね、動く運動量は少ないから、うんうんうん、で太りふたきないし。でもサッカーしてる時って勝手に痩せていくわけじゃん。食べないとそれだけの運動量を毎日やってるんで。真夏とか僕試合後何キロ違う？ 4,5 キロ落ちましたよ僕。それやばいだろ。そんなに やばいっす。僕本当結構落ちるんですよ。 4,5 キロやばいですよ。もうちょっと危ないですよ。危ない。結構フラフラしてました。でもまた連戦とかあるんで、じゃもうとにかく食べなきゃいけないんで、うん、どれぐらい食べるんですかそういう時って。だって試合後なんか食べる気ないですよあんまり。あ、もう疲れすぎちゃって。もう疲れてるし、もう食欲がなかったりするんで結構大変ですね。まあ、今はじゃあたくさんゼリーとか、はいはい、いろんな料理というか補助食品もたくさんあるから、はい、もう試合の後にゼリーとかプロテイン飲んだりとか、なんかタンパク質取ったりとかっていうのを今もう科学的にもチームもやってるのは多いんでやってると思いますけど、当時でいうとやっぱ何か口に入れなきゃとか。そうですね。なのでとにかく入れとけみたいな。その時にうどんがねまだ効果がある。そうか、ツルツルツルっと入るし、まあ、そうですね確かに。あ、まあ、青山さん好きな食べ物とかってあるんですか。でも僕も基本麺類好きですよ。あ、やっぱそば、うどん、ラーメンは。なんかラーメンってちょっとこうちょっと罪悪感ありません？そんなことないですか？なんかラーメンそれ油油してるみたいな、なんかそういうなんかイメージはね、はい、なんでなんかそばとかうどんとかの方が、なんかこうまだ健康に気を使ってるからじゃああれですね、徳島美味しいラーメン屋さん多いから結構誘惑が大変でしたね。ありましたよ。ありました。そうそう、全然ありました、誘惑。だって悩むもんな。はい、俺もラーメンも行っちゃうんで、うん、うどん屋があったらうどん屋もちろん選びますけど、うどん屋ってさすがになかなかないですよ他の地方行った時に。あ、じゃあ、まあ、そうそう、夜じゃあ夜食べる閉めるみたいになった時にうどんって選択肢出ないですよ。うん、まあ、もちろんね香川とか徳島とか、まあ、愛媛もありますけど高知もね、うどんってだけど他のとこ行ってさ、関東行ってまずうどんないですよ。そばですから。そうですよね、一般的には。で、そばを夜やってるかってやってないんで、ラーメンになるじゃないですか。そしてやっぱ基本的にはラーメンかなっていうふうには感じるんで。うーん、あ、これあれだ。9の。あ、そう、VR のやつあれだね。オフサイドじゃねえかってことや。キーパーの邪魔をしたんじゃねえかっていう、こう、これ。うんうん、っていうことで VR だったんですけど、はいはい、基本的にはゴール入れられました。うん、あっという間ですよ。もう70分ですよ。ね、70分だ。早っ。ボール保持率 62% 徳島。まあ、握ってるっちゃ握ってんすよ、ね、ボールはね。あんまり変わってないですよね、大分点決めても、うんうんうん、なんか試合展開もそんなに変わってないかな。あ、ですよね。こぼれ球を拾い入れたらボールは回せるし、ね、さっきも藤田、ジョエル、島が選手がやっぱりこう持ち味である前に飛び出していったし、ただ、ね、大分がこれやっぱ四角
けが早くなったかなっていう気がするけどな、ちょっと、うんうんうん、おー、いいとこ、いやー、惜しい、いい縦パスが入って、やっぱ周りの選手もやっぱ前へ前へっていうのはやっぱね、うん、いいよね。徳島もやっぱちょっと出てきたかな、うん、やっちゃった、おー、セーフ、うん、ああいうミスした瞬間、もうやばい、やばいっすよね、やばい、さーって、あの、なんですか、あの感覚、ディフェンスラインで相手のフォワードに取られた瞬間の焦り具合って、俺あの瞬間の俺心拍数測ってほしいと思う。いや本当に今測ってほしいっすよ、今だって、あの、そういう分析してほしいんですよ、あると思うな、俺だって今さ、あのついてんじゃん、あの測定器、はい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 、あれって GPS で走行距離測れたんですよ、でどこ動いたかっていうのもうデータで出るんですね、その時にこいつ脈拍がめちゃ上がってる、まあハハして脈拍って結構上がるから、うん、そうなんですけど、全然関係ないのにドキッてしてっていう脈拍とかあったらもう200超えてんじゃん、あんな、だってですよ、ね、オンゴールした時したことある？僕オンゴールはないですよ、俺もなくて、あ、やっぱみんなショックなわけじゃないですか、オンゴールって自分のゴールに入れるって、うんうん、あの時のその気持ちとかそうそうそう、僕もパス出して点入れられたことってあるんですよ、はい、その時の何、自分の情けなさもそうですけど、みんなに悪いと思うこの気持ちを数字に出したらすごいよね、脳波とか調べてほしいです、ビーンってなんじゃん、もう壊れんじゃん、もう測れないぐらいね、振り切れちゃうかもしれないですね、相当焦ります、よかったって言いますかね、口出してよかったってぐらいの、あれ相手も焦ってくれたからキーパーにボールいったけど、あれパスしてシュートですからね、普通、いや、あと18分、うーん、これね、こっからが一番しんどいです、ですよね、70分ぐらいからか、ちょっともう体力的にもきつくて、さあダッシュしようって言っても回復できなくて、で、まあ、ここからが監督の動きどころなんで、そうですね、交代枠、そうそうそう、交代、こいつが疲れてきてるなとか、相手がこういう風に強み出してきたからここをカバーしないといけないなとか、そうなってくるともう選手変えていかなきゃいけないんで、あら大丈夫かな、選手変えるとやっぱりサッカーも変わってくるというか、フレッシュな、あ、ダメだ、脳震盪だ、あら、ちょっと今フラフラしてました、うんうん、交代、あ、もうディフェンスリーダー石井君が、いや痛いな、ちょっと今危ないんで、うん、ちょっとフラッときましたね、フラッときたね、急に立ったからじゃない、おおおお、でこれで頭打ってるんですよね、これ あら多分もうダメでしょ、ちょっと危ないですね、うんうん、やめた方がいい、今年はその脳震盪で交代枠が増えるんで、そうですよね、うん、やっぱ無理にしちゃダメだよ、でもできると思っちゃうじゃん、選手だったらやるって言うでしょ、あ、 やりたいですよ、だって、はい、やばすって言えないですもん、選手は、ね、あ、それ余裕があったりとか、うん、はい、もう俺絶対大丈夫とかだったらちょっと痛かったらやめるっていうのはあり得るかもしれないですけど、絶対試合出るって感じだったら、うん、絶対出ますよ、うん、ダメでも出るって言いますからね、うん、そうですよね、気持ち的には出たいですもんね、あ、もちろん、ちょっと今危なかったな、うん、チャンさん半袖に手袋してるじゃないですか、半袖に手袋ってどう思います？じゃあ俺は長袖派だから、ですよね、真夏でも長袖、できれば長袖でも、さすがに真夏だと半袖にするけど、それ何ですか、あとつけたくないからですか、なんか焼ける、いや俺ここが寒いとかダメなのこう冬とかでさ半袖で、はい、手袋してるでしょ、寒いっすよ、寒いですね、うん、それがもうダメで、俺はもう早い段階から長袖、いやなんか半袖に手袋ってあれ何なの、 どっちなのって僕思っちゃうんですよ、だったら半袖行き切ってほしいなみたいな思っちゃうんですけどなんかでも手の甲だけは温めた方がいいって言いますよね、あ、そうなんですか、それで手袋はするって、僕手袋結構早めにするんだけど、うーん、
手を温めるだけで全然こう体 の、 その末梢神経みたいなもんですよ。あ、はい、血流っていうのは変わるらしいんで、動きもやっぱり良くなったり、はい、全然絶対変わりますよ。でも選手によってこういうなんかここにゴワゴワするのが嫌だとか、引っ張られるのが嫌だとか、俺ぬるんぬるするの嫌いだから、あ、うん、長袖。真夏にチームによってですけど、ノースリーブの練習着、練習着ね、あれ大嫌い。であれだって大嫌いで、ノースリーブは大丈夫ですよ、ただぬるっとこう競り合うんですよ。だからこう腕とかでやるじゃないですか、その時にぬるっていう、だから、あ、それが僕も絶対嫌だったんですよ。それあのユニフォームとか、まあ、その決まったノースリーブとか以外のこうパーツは自分で勝手に決めていいんですか？手袋とかこう下のロングスリーブとか、その辺は自分でチョイスして OK なんですね。今じゃ長袖のねユニフォームの長袖のインナー着てるじゃないですか、だからインナーがいいっていう人と、ピチッとしてるのが嫌だから長袖がいいっていう人と、はい、分かれますから、それは自由です。そこは自由なんですね。色だけちゃんとしとけば。ノースリーブだけは本当嫌でしたね。あれは練習だけだな。練習の時はノースリーブ OK なんです、のクラブもあって、うん、その時は嫌でした、ね、だってもう汗だらだらじゃないですか、お互い結構かいてて寝るっていう、あの、だからもうタックルこうブーンって肩と肩当たってるのに両方がぬるってするから、なんか2人がバランス崩してる、ね、ちょっと滑っちゃうみたいな。練習ね、せっかく見に行けることに、ね、皆さんがなったら、それ見ておいてほしいです。そうですね、あ、今ノースリーブ同士でぬるっとしたね。ちょっと今2人気持ち悪かったんじゃないかなみたいな。今ぬるったねって、はい、そういう見方も面白いですね。ぬるった写真ご応募ください。そうそうハッシュタグぬるなんか バズりそうですよ。あるだ、今年の夏ハッシュタグぬるったがない、トレンド入りしねえから。バズるかもしれないですよ、うん、あ、ぬるってるっつって、うん、逆に今動きづらいんですかね、お互い。うん、俺はそっちかなと思ってですよね、流れとして。だから、うーん、徳島もうわ極端に悪ければすぐ帰れるんですよ、はい、なんかチームが極端に負けてるとかもそうだけど、個人のパフォーマンスが極端に落ちるとか、だけどやっぱみんな走れるんで、そこまで落ちてないってなると、今度はチームを変えるために人を入れ替える。そうすると今1対1なんで、はい、チームの流れって変えづらいんですよ。これで流れ変わって入れられたら負けようになるわけだし、そうですよね、入れて成功すればいいけど、入れて流れが変わることがマイナスに働いてしまえばいけないから、ちょっと変えづらいっていうのももちろんあるし、判断が難しいところだね。でも監督難しいんじゃないですか。でもトップっていうか、まあ、フロンターレもそうだけど、確実に変えるよね。いや、変えますね、確実に変える。まあ、もちろんね、レベルの差もあるにしても、成長させるためにも変えるっていうのも一つの手だし、これはちょっと難しいですよ。で、多分変わる本人たちもちょっと意識しますよね。もうそろそろ自分の時間帯だみたいな、うん、そういう多分心の準備とアップの、うん、ペースとかを変えていくんで、今変えてるとは思いますけど、ね、これで80分でしょ、80分のあと10分をどう持っていくか。これ負けてたらもう確実に変えていきますからね。攻撃的な選手を入れるでもう分かりやすいじゃないですか、はい、だけど引き分けだからこそ、だから徳島の方がどっちかというと、まあ引き分けでもいいかと思ってるかもしれないしね。 そこがどうか、そしたらあんまり変えない可能性もあるし、河本さんがどう思ってるかなんですよね。そう、どう思ってるか、これ本当に監督次第なんですよ。監督って本当大事ですよ。いや、本当ですよね、まあ、もちろん選手がね動くんで、選手が大事なのは当たり前にはあるんですけど、それを扱っているのは監督なんで、監督が、ね、めちゃくちゃ大事です。まあ、それは徳島がね、確実に昨シーズンで分かった、昨シーズンでからその通してね、あ、3年やったのか、ロドリゲス監督4年じゃないですか、4年か、はい、4年目で上がったと思います。しっかりとやれたっていう、はい、あ、でも2枚変えますよ。お、取りに行ってんじゃん、じゃあ、あれ攻撃的。いや、でも僕は個人的には言ってほしいですね。うん、まあ、もちろんそっちの方が面白いからね。渡井、はい、選手が出る、うん、今 19だったな。渡井選手と変わった、あ、前ですね、やっぱ、うん、前目の選手を変えてくる、
渡井選手は静学ですからね。テクニシャン、テクニシャン、これがどっちにってことですね。まあ、そう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 、流れがいくか流れがいく。でもフォワードの方はさ、どちらかというとバランスが崩れないから後ろの、うん、っていうことは守備に関してはそこまで大きく変化はない、うん、だから前のフレッシュなやつを入れて、選手入れてからフレッシュな選手が、まあ、点取ってくれるなり、うん、まあ、攻撃を牽引してくれたらいいよねっていう感じだと思うんで、前での頑張りっていう、この2人でボールキープとか突破っていうのは出てくれば采配、うん、よしっていう、うんうんうん、福さん全然監督する気ないんですか？あるあるある、全然監督 S 級ライセンスも取ったしですよね、うん、でやっぱジビルですか？昨2年前か2年前、はいはいはい、アマチュアのチーム持たせてもらったし、やっぱプロやりたいよね。うん、でその2年前された時は何が難しかったですか？監督っていうポジションで、マネージメントかな、選手、選手のアマチュアだったんで揃って練習できなかったし、あで、あ、なるほど、プロからやった経験のある人と、はいはい、やったことない大学から入ってきた人とかの差、はいはいはい、融合した差が大きすぎて、うんうんうん、大変だったりとか、うんうん、勉強させてもらいました。どうですか、こう監督を経験したからこそ分かったことみたいなことって何かありますか？その方向性をどうするかじゃないですかね。その、うん、もちろん、ね、勝ちたいというのはみんな思いは一緒なんですけど、うん、そのどうやって勝っていくか、どうする方向性を、うん、レベル差にある中でやっていくかっていう、マネジメントしていくかっていうのは大変だったですね。うん、レベルにもよるでしょうしね。プロってなるとまた違うでしょうね。全然違う、全然違う、全然違う、まあ、変な話、ある程度できるじゃないですか、うん、その中でどうこうメンタルの部分も含めてマネージメントしていくって結構、うんうん、結構きついですよね。いや大変だと思う。プライド高い集まりじゃないですか、うん、どう納得させて、今ならまだいいけど、僕らの時代っていうのもね、うん、言いたかねえけど、うるせえやつばっかりやったからね、あ、大変だと思うんですよ。うーん、個性あるやつって言うんですか、昔でも本当そのイメージですよ、うん、すごかったと思うよ。パンチしか聞いてないっていうか、なんか言ったらなんか返ってくるみたいな。ああ、で、本当福さんの時メンツすごいですからね、うん、みんなが、みんなが意見言えるんで、うん、まあ、藤田俊也さん、みんなだから、もう中山さんもそうですけど、中山さんも意見は言うし、高橋でもいや中盤の人はこう、いやこうだっていう意見も言うし、ディフェンスの人もいやいやこうだって言うし、それまとめだけがいけないんですから、監督は超大変だと思うんですよ。で正解ないんでね、これ。いや、そうです。ああ、だから結局は監督が決めて、で監督が責任取るというね。鈴木さんでしたね、監督。鈴木さん、だから今のジュビロ磐田の監督の方だったんですね。その強いって言われてる2年、1年、2年かの時っていうのは、はい、なので、ほとんど負けなかったんですよ。負けてないの、3敗ぐらいしかしてないじゃん。シーズン3敗って、ああ3敗カウンターでやられた、すごいことですよ。テレビゲームじゃないんだからって話で、ああ、だからほぼ勝つ、それは面白いですよね。面白い、だから試合したかった、練習より。うん、ああ、だから過密日程が僕らの時はもうもっこいって感じだった。よっしゃ過密日程っていう、しんどいですよ。ああ、もちろんだって2日休んだ試合してたから、ああ、しんどいですよ、しんどいけど練習するなら試合したいっていう。体はしんどいけど気持ちはもうやるぞっていう。気持ちはもう全然試合しよう、試合しよう、試合しようみたいな感じなんで、練習した覚えがあんまりないんだよね。ずっと練習してて絶対相手も対策するじゃないですか。対策する、間違いなく、間違いなくする。でも それをまた覆すわけじゃないですか。する。でシーズン3敗しかしてないって、あ、
3敗もしたかってなってたけどね。でも逆にあ、まあ今日負けたけどまあ大丈夫でしょみたいな感じってことですよね。いやいやいや大丈夫だろうっていうのはない。だから負けるのが嫌やから、うん、うわ負けたっつってマジだから練習時もどっちかっていうと次の試合の調整に入るんですよ、はいはいはい、まあ緊密に行って、だけどめちゃくちゃその負けた時の反省をめちゃするんですよ、もう負けたくねえから、だからより負けが重かったよ。あ逆にっすね、うん、なるほど。勝ってもなんか不甲斐ない勝ちだったらなんかみんなどんよりしてるし、はいはいはい、それはちょっと極端にあったかな。何この勝ち方みたいな。あどうなんですか選手の方々ってこう性格的にはこう勝ち気な人が多いんです、負けず嫌いな人が多かったりするんです。いや負けず嫌いしかなれないです多分プロに。そっか、はい、なるほど、うん、あ もうだもういいやっていう時点でだって負けてるんだもん。あじゃあクビですよ。そうそうポジションいいよ、ジュンポジションやるよっていうプロなんかいないでしょ。うん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 、だから慣れないんじゃないですか。そうか、本当そうですね。だって各、まあ、多分小学校の時は、ええ、多分一番で、うん、中学校になっても選抜とか入ってて、高校になっても、うんうんうん、例えば選手権だったりそのクラブでもうほぼエース級の中でプロにじゃなれるかなれないかで慣れた人たちだから、エースの集まりだから、ある意味でポジションってだからフォワード一択みたいな攻撃中盤一択みたいな人ばっかりなわけですよ。でそういうエースが集まってきて、ポジション争いに負けてポジション変えるとか、うん、そういうのは多いので。それはでもあれですか、こうちっちゃい時からやっぱり負けず嫌いだったからこそ慣れたんですか、それともこう揉まれて揉まれてそういう性格になっていった感じですか。どっちもあるじゃないですか、うん、だって最初みんな上手いわけじゃないし、あでも上手くなってトップだからこそそれ負けられないからやってるだろうし、うんうん、まあ、多分それが例えば選抜外れたとかスタメン外れたとかで、ね、何クソって言って、うん、ユースに上がれるだろうって言って下部組織行ったのに上がれないからって言って、ね、俊介もそうだし本田もそうだし、うん、高校行って悔しいって練習してまだプロになって代表でしょ。あだからってユースに上がった人たちがそのまま代表行ってるわけでもないし、うんうんうん、まあ、そういういろんなこうそれに揉まれながら育つ人もいれば、長友君も太鼓を叩きそうですね。大学生で太鼓叩いてる人がいきなりインテル入るんだよ、そう、うん、そんなびっくりするでしょ。びっくりですね人生わかんないですよ。それぐらい変わるってことではあると思います。夢はあると思うんですよ。勝ちたい負けないっていう強い気持ちをやっぱり持ち続けてそれでプロになれる、なれると思います。まずやっぱメンタリティで、ね、でかいと思う。でかいよ、でかいよ、メンタリティでかいよ。だから競争しないっていうことはもうありえないんで、うん、プロは。ああ、まあ、そういうところでも教育っていうのは、はい、こう変わらないといけない部分もある。運動会競争しないとかって言うじゃないですか。なんか今そういう風なのも出てるみたいですね。いいじゃないですか。そうなんですか。ああやんなきゃいいじゃんもう。じゃあって思っちゃう。やめますかじゃあ。なんだろう。じゃあ何の理由でじゃあやるの。一緒に走るため。みんな頑張ったね。あだったら一緒に遊べばいいじゃんみんなで。うんってことですよね。うんと思っちゃうよね。まあその理由意図があるんでしょうけどね。まあいろいろそういう。まあ、それがプロの世界でいうとやっぱ競争は ついてくるもんなんで。あそうですよね。またちょっと違う、あ、うん、考えを持たなきゃいけないことはあるかもしれない。なるほど。お二人小学生の時からサッカーを始められたっておっしゃってましたけど、その小さい頃って憧れの選手とかっていたんですか。やっぱ僕はカズさんでしたね。ああカズさん、僕はやっぱカズさんですね。なのでプロになってカズさんとあの横浜 FC と対決したときになぜか知らないですけど僕毎回カズさんマークなんですよ、セットプレーとか。あー、うん、エースだからね、エース止めるために。その時はやっぱなんか前だし夢が叶ったじゃないですけど、自分がこう憧れの人と一緒にカズダンスとかやってた人が目の前にいてマークついてるみたいな、なんか
あ、一つ夢かなったみたいなのありましたけどね。素敵ですね。俺なんか何にもなかったな。草いないんすか、そういうなんか。いないいないいないな。フリットは好きで、あそっか、ちょっと上のあれですね。そうそうそう、年代がちょっと違うから、これも11個下なんで、順が。だからちょっと世代が、だからカズさんだと僕ももちろん有名ですし、テレビで見てる人だから、一緒に代表入った時なんてめちゃくちゃ嬉しかったし、そういうところではめちゃくちゃ純と同じような感覚なんだけど、もうあの人たちってもう俺らは目指せない雲の上のような人だから、憧れてってなると憧れじゃないっていうか、いなかったな。フルダイワールドカップのメンバー入るって言われた瞬間どんな感情だったんですか。あ、気になります。それメンバー発表するじゃないですか、なんか、うん、みんなと一緒にテレビ見てて、みんなとです、みんなとみんなテレビで知るんですから、ワールドカップだけは。あ、事前連絡はないんですか。ないないないです、ないです。へー、ワールドカップだけは事前連絡ないんですよ。でみんなと同じようにだ会見、そう会見するでしょ、はい、でそれは、チームが、まあ、この人は入るだろうっていう人はその後会見があるんで、チームで会見をするためにそこにいるっていうのはあるけど、うん、俺2002年の時は新幹線の中でテレビ見えなかったんで、もしかして入ったら会見するから岩田にいてってなって、はい、俺新幹線乗ったんだ。そしたら新幹線で電話かかってきて、入ったよって。だから入ってなかったら俺そのまま多分ついてまた戻ってたかもしれない、遊びにトンボ帰りみたいな感じで、遊び帰りみたいな。でもそれってちょっとこう薄々どうなんですか。俺ギリだったから、まあ、2002年は入るかどうかのギリのラインだったから。へー。私チームも、まあ、もちろん入る人は分かるよ、中山さんとかさ、はいはい、あの服部さんと俺3人だったんだけど、はいはいはい、もうこの2人はもう入るだろうって言ってもう岩田にいたし、オフの時にで会見するかもっつって帰ってこいって言って、2006年はもう家で見た、もう、まあ、でもまあ大丈夫だろうっていうのもあったし、はいはい、で会見行く準備して、はい、そのまま会見行ってって感じなんで、みんなと同じなんですよ。でもやっぱりこう、どんな気持ちですかって言われても、だって誰もが、いや夢が叶う時と一緒よ。だから代表で、プロの選手になるじゃん、はあはあ、その時ってやったプロの選手やって思うじゃん、はあ、だけどそれプラスこのままやっていけるかとか通用するかどうかで不安出るでしょ。不安になるんですよ、プロでなったのに夢じゃないですか。でやったよっしゃって終わりじゃないんでそこで、でそれでプロとして自分は成功するかどうかっていう不安が生まれるわけじゃないですか、はい、もうそれとして代表で選ばれたはいいけど出なかったりとか活躍できなかったらとか、そういう責任が追われるわけで、うん、あ、そっか、嬉しい気持ちプラスプレッシャーの気持ちも一緒に生まれてくるんですね、はいはいはい、だって一緒、一緒ですよ。全国民が、国民のサッカー選手の代表の11人ですからね、はい、あ、まあ、23人だよね、メンバーで言うと。あ、23人、そうそうそう、スタンド、そうそうね、だからそんなに、そんなに変わらないというかすごいことです、はい、それ2回出ちゃってますからね。あ、だってそうじゃん、お前だってあの若い順だって若い頃のさ、アンダー20っすけど、フル代表アンダー20とかで僕縁がないんですよ。だからあの若い頃でメンタルっていうか、う、若い頃から日本を背負ってるって、まあ、でもあれは すごいプレッシャーだと思うんですよ。大人になったらもちろんね、こう責任とか、うん、まあ、大人になってるから分かるというか、うん、社会人にもなってるし、ある程度経験もしてるんで、ね、経験もない人たちがいきなりもう代表だからお前たちはっていうプレッシャーって俺はすごいと思うんで、うん、まあ、いい経験でしたね、本当なあ。多分俺の経験とまた純の経験は多分違うと思うんですよ。あ、だからそれだけのすごい人なんで、アンバサダーでいいと思います。やめてください、やめてください。レジェンドアンバサダーですから、ね、レジェンドアンバサダーでいいと思います。アンバサダーって言ってね、もう入れてないから、ね、もうそれで使っちゃった、入れてないです。試合ももう終わりそうです。ほんとあっという間ですよね。え、1対1のままですね。1本ありそうだけど、そんな動きなかったな、交代してさ。
やっぱ崩すのって大変だからね。でしかも大分は片野坂監督が、いやもうね、もうすごいよ。ちょっと後ろに重たいですけどね。重たいけど、でも誰が出てもこれやれるから、その浸透度がやっぱりすごい、このチームの強みだよね。でこれ5バックでライン、ね、こうやって作るじゃん。そしたら、おあこれいいかも、ペナに入ればなんとかなる。来た、あー惜しい。だからやっぱペナルティーエリアになんとか入って何か起こるの待つのも一つだから。来た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 、あと一人欲しいな。よっ、うん、あうん、悪くないんだけど、これ準備できてるじゃん。はい、トラップ、え、準備できてるじゃん。 なんだろう、もっと抑え込めない。ああ、かぶせるってことですか、うん、これ準備ができてなかったらもう急なことだからこうなんとかできるんだけど、なんか今角度できて体の向きできたじゃん。そうですね、なんか当てに行くって、はいはい、俺はかぶせに行った方がいいかってよかったかなっていうか、うんうん、悪くないですよ。ああ終わりましたね。でもこれで入れるかどうかで勝ち点3ってことですよね。そういうこと、そうですよね。それが J1 のレベル、だからそれを決めちゃうのが J1、 J1 クラスは決めるよねってことなんですよね、うん、まあこれも勉強だから、うん、ああでも僕は良かった気がする、うん、でも 入りからといい結構、はい、でもなんか90分通しては良かったよね。良かったと思いますけど、うん、なんか希望を持てる、うん、普通に戦っていける、うん、うわこれ J1 あかんわみたいな、そう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 、感じはなかったね。引き分け1対1で、あの10年の時の感じではなかったね。10年の時はもうちょっと大丈夫かなっていう、これやばいじゃないかっていうのはあるんですけど、全然それは多分ないと思うんで、全然違います。やれるじゃん俺たち、うん、これは大きいと思うんですよ。そうですよね、うん、さあ最後にもう一度あの徳島のポカリスエットスタジアムとつなぎますので、またその時にお二人には振り返っていただきたいと思いますので、この時間、今の時間を利用してチームの公式ツイッターに届いた質問に福西さん、はい、行きましょう、答えていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、いいですよ。はい、じゃあ、いきます、いいですか、こちらロイド・カイさんからいただいた質問なんですが、うん、これですね。あ、これか、はい、はいはいはい、今日の試合を受けて長いシーズン戦う上で課題は何だと思いますか。長いシーズン戦う上での課題か、うん、長いシーズン戦う上での課題ってこれチームの話かな、個人の話かな、まあ、どっちもいいか、あ課題は、はい、あれ修正なり、今まあ今日の試合を終えて、まあ、ある程度戦えるでしょうと、うんうん、っていうのは感じたと思います、はい、ただこれがレベルがもっともっとフロンターレとやるとかねってなるともっとレベルが上がるんで、その時にどういった引き出しがあるかっていうのは多少個人としてもチームとしても必要になってくるところだと思うんで、うん、そこは課題としてやっぱりこう川崎だったらこうだよなっていうのはちゃんとチームとして持っていった方がいいっていうのはあります。個人的に言うとやっぱりそのパフォーマンスを常に 100% っていうか高水準で出し続けられるかっていうパフォーマンス維持ですね、体の怪我にしても体力にしてもそういうのはあの大事だと思います、はい、じゃあ次の質問いきましょうか、次は小屋さんからいただいた質問です。青山さんに質問なんですが、青山さん、はい、ボルティス在籍の時に怖い先輩いましたか。いるの。いや、いましたよ。僕結構怖かったのはあの今怖いすごい可愛がっていただいた、いただいたんですけど、あのミキさんって言ったんですよ。それこそ大分にいたミキ高志。おー、ディフェンスの。あ、そうそうそう、ミキさんは結構こうズバズバッと言ってきて、あ、結構目つきも怖い時は怖くて、うんうん、だいぶあの
叱られました。そうなんだ、はい、やっぱ同じプレイヤーというかそういうのあるからね。そう、まあ、プレーの面もそうですし、ただこう何ですか、人として大事なこととか礼儀とか、そうだよね、そういうのとかもなんかもう力を教えていただいたって感じです、まあ、だって俺だってドゥンがめちゃくちゃ怖いですよめちゃくちゃ怖いけど、ドゥンの方がもっと怖いかもしれない。でも日じゃないぐらい怖いと思うんですよ俺、ジュンの。だけどめちゃくちゃいい人なんで、もうだからそこがねプロだでしたね。グランドの中では鬼だけど、グランド外れたら おじさんだったんで、いつも親父っておじさんで呼んでるんです俺ずっと。いまだにおじさんって言ったらもう向こうはふんって向くぐらいもうよく言えるんですね。ほんそのぐらいの差っていうか、それがだから自分は怖いんだけど人はいいんだよ、ね、そう優しいんだけど、あのグラウンドでは怖かったっていうね、印象だと思いますけど。そうですか、分かりました、はい、さあではスタジアムとつながってるみたいなので、5G 生配信徳島ヴォルティス開幕戦徹底解説番組、改めてお二人に今日の試合振り返っていただきたいと思いますが、いかがでしたか。僕は良かったと思います、こう最初でどうしていこうかなっていうのも選手の不安もあったと思いますし、サポーターもどうなんだろうっていう不安もあった中で、もうで昨シーズンが徳島が取り組んでいるサッカーっていうのも継承しつつボールを保持できてるし、そしてさ最後のところでの工夫っていうところでも点は取れてるんで、結果が多少出てるというところ、はい、そして守りのところでも1点取られましたけど、しっかりと守れてる部分もあったっていうので、まあ、ベースとしては本当にこうやってきたことが良かっただなっていうふうに思えていると思いますので、全体的には良かった。ここからじゃあ戦っていくのにどうしていくかって積み上げができるんで、この開幕は非常にいい開幕だったと思います。はい、青山さんはいかがでしょう。そうですね、僕もやっぱすごく90分通してなんかこう立ち上がりから自分たちはこういうサッカーをするんだっていう、なんですかね、一人一人11人がしっかりとこう強い意志を持って90分間こう戦ってたのかなという印象がすごく強くて、まあ、それが特に感じたのは、まあ、後半失点したじゃないですか、はい、失点後でもやっぱやり方を変えずに、いやヴォルティスのサッカーはこうだからっていうのをやっぱみんながこう体現してたんで、まあ、先ほどもお話ししましたけど、やっぱ14年の時の、やっぱサッカーとも全然違いますし、メンタリティも多分相当違うなっていうのは今日感じたので、これをベースに、やっぱりこうまあ、最後のラストの点決めるところの最後のチャンスがあったんで、そういうところを仕留め切れればこうよりチームとしてもどん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 自信もついてきますし、まあ、まずは今日は負けなかったことが多分一番大きなポイントだったと思うんで、まあ、こういうのをきっかけにどん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 、まあ、若い選手もいるので経験を積みながら本当ベテランと融合して戦っていければ、まあ、すごくこれからが楽しみなヴォルティスが見れて本当幸せでした。はい、はい、でもアンバサダー的には監督来てからどうなるかちょっと言ってた方がいいんじゃない。これ僕が楽しみなのは監督が新しく来てからどうなるかです。もっと浸透する可能性もあるし、うん、どういうふうに監督が持っていくっていうのも監督も大変だと思いますけど、これ変わってくると思います、外国人も含めて、はい、でも多分ほぼ毎日、まあ、多分河本コーチがオンラインで、まあ、されてたと思うんですけど、うん、まあ、でもそれを多分ちゃんと選手に伝えきれてたと思うんですよね、今日の流れを見ますと、うんうん、もちろん先ほど福さんもおっしゃいましたけど、去年のリカルドさんのベースを残しつつ、ちょっとこう新しいボールをゆっくりつなぎながらちょっとテンポを上げたりとか、うん、こうそういうのもちょっと見えたので、またこの監督さんが来られて、多分選手たちはそこでまたこう安心というか、やっと来てくれたっていうところで、うん、こうまた学ぶ気持ちもどんどん増えてくると思うんで、そうすると多分そう考えると伸びしろっていうのが多分そうだから、そのさっき引き出しが増えるかなって気がしてるんで、もう伸びしろはあるんじゃないですかね。注目ですよね。そうですよね。さあそして次節3月6日はいよいよホーム開幕戦です。相手はヴィッセルですけど、この試合どうでしょうかね。大変っていうか、まあ、ベースがあるんで、そのイニエスタはまだ出られないと思いますけど、やっぱ神戸 もう上位はこう伺うためにはっていうことなので、はい、そのチームが戦えるっていう、しかもホームでっていうね。そうですね、まあ、制限されている中でサポーターとともにこう戦えるっていうのを感じながら選手に戦ってもらいたいんで、やっぱそこをホームでの結果もちょっとね意識してもらいたいというか、勝ちにちょっとこだわってもらいたいなっていう気がします。ホームで勝ちたいですね。
そう、あれやっぱりサポーターの前で勝つのとやっぱりアウェーで勝つのとは全然違うので、うん、ね、はい、自信つけてもらいたいと思いますね、うん、はい、本当に今シーズンの徳島ヴォルティスの活躍に期待しましょう、はい、福西さん、青山さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。クラブ史上2度目、7年ぶりの J1 昇格です。